瀬戸内人狼舞台。瀬戸内人狼舞台。いいじゃん。過去。瀬戸内人狼舞台ね。人狼舞台。かわいいなんか。こんばんは。こんばんは。ちょっと遅れました。すいません。こんばんは。ごめんなさい、ちょっと遅れた。今日はみんなで人狼します。人狼します。みんなで、今7人いるのこの部屋に。楽しみ。みんなソーシャルを保ってる。みんなソーシャル保ってるの。マスクもつけてます。マスクもつけてます。ラキナー、ラキナー。もうプライベートでもずっと今日4回ぐらいやってる、ね、4回でしょしたよね。その延長の。これ私のやつでやる。あ、うん、よしよし、お願いします。え、でもそれ、あれないかも。あれアプリなんか、うん、その、うん、なんか有料のカードないけど。あ、でも符号とかいらないし。あの恋人とかも大丈夫。人狼します。そうだよ、やばガチ勢やん。確かに有料だったの。今日は7人で人狼します。誰が何役か分かりにくそう。こうね、みんなファンの人に見せるんだけど、あ、そう、みんな絶対言わないでね。うん、他のルームでコメントしたらもう、え、本当だよ、どうなるの。通報。通報です。え、でも疑心暗鬼になりそうじゃないですか、いろんなコメント来たら。なんか確かに、みんな人狼説。ダメだよ、みんな。え、あれ誰？チョウちゃんか。私です。髪が高い、今日は。めっちゃ面白かったね、公園。楽しかった。公園楽しかった。ありがとうございました。見てくれてありがとう。七窓必要。ショールームよ。ね。あの、直前配信も見た方、ありがとう。あ、そうだよね。ありがとう。ネットは、ネットさんは今ツイッター更新してるから後で始める。そう、福田ちょっと今ツイッター中なんで。福ちゃんが始めてからやる。人道、え、いいよいいよいいよ、ほんまに。うん、でも最初なんかわちゃわちゃみんな公演のありがとう的な感じ。みんなで喋る。いいよ、じゃあみんなで喋ります。え、なんかハッシュタグとかあった、この公演。なかった。いや、瀬戸内ピュア舞台ぐらい。あ、うん、春夏秋冬も正しい。確かに春夏秋冬。僕らの春夏秋冬。秋冬だよ。ああ、あれがあるよ。あれがあるよ。いる。結構なんかあんまりしない曲とかいっぱいしたかもしれない。スリルもだね。あ、一緒のスリルも。ありがとう。これ開いてる。難しかったな。一緒のスリル難しい。それの画面一番あれやったよね。わたわたしてた。超立体音響。うわ、ここが。確かに。あ、どの配信も楽しい。あ、楽しい、楽しい、楽しい。あ、おはよう。誰のことか。センター、あ、ありがとう。楽しかった、楽しかった。七窓してください。七窓やばい。そんなに持ってる人いないよ、撮影さんの家族全員のパソコン。ちょっとお母さん貸してって。来月もね、決まったので。そっか、もう始めちゃった方がいいんでしょ。あ、そうじゃん、ミエとピオが。あ、そっか、時間がね、年下組が。確かに、もうあとちょっとなのに。あともうちょっとなのに。え、人狼2 1 2 2。え、人狼2、市民3、占い師1、騎士1。はい、最高行っていきます。はい、今から人狼始めます。電話室も、え、どうす、あ、電話室どうする。入れるとこ、入れるとこ、入れるとこ。じゃあ、はい、人狼2、市民2、占い師1、霊媒師1、騎士1です。はい。はい。これファンの人に見せる？する？ファンの人に見せる。ファンの人はコメント。ファンの人はダメなのか。あ、じゃあテロップに書くとか。確かに。あ、テロップに書こう。確かに。でもそれを言わないでって。あ、いいね。テロップに書く。じゃあ自分の役職とかはテロップに書きます。はい。すごい。言わないでくださいね、他のルームで。そうだ、言っちゃダメだから、ね、絶対ダメだ。絶対ダメ。通報。通報。第一夜、占いありにするから、はい、占い師は第一夜から占います。はい、はい、勝手に占われるやつ、うん、じゃなくて自分で選択できます。はい、はい、第一夜の先、お使いはなしです。
はい、はい、それでは開始 するあ、いいよいいよ、いい、うん、行きます。あ、ドキドキだ、これでずっと待ち時間過ごしてました。人狼できます。楽しかったよね。楽しかった、めっちゃ盛り上がった、はい、あ、今回してます。人狼一回も勝ててないよね。え、これさ確かに、うん、頑張ろう。市民チームめっちゃ勝って書いていいんだよね。うん、あ、書いていいよ、テロップね、選んでね。じゃあ、はい、ありがとう。なんだろう、自分ドキドキ、まあ、楽しいね、みんなね、珍しいです。え、これちょっとコメントさ、オフにしとく疑心暗鬼だったね。あかり、あ、あかりが入ってるこれ、うん、え、いいじゃん別に。え、あ、あ、そっか、人狼のファンの人狼のそういうことか、配信はしないけど。あ、そういうことね、ごめんごめん、やばい、ごめん。7人にします。ショールームあかりさんいない。次、オキ、はい、オキ。みんなじゃあ誰が何かはみんな知ってるけど内緒。私はこれでした。なんだろう、なんだろうな。ふうさん、おい、みんなコメントオフにしてる。オフにする。じゃあ、え、じゃあトラップに書きます。どうする、え、どうしよう。話し合う時とかオフにする。あ、確かに。オフにする。どうしようか。あ、うん、はい、ピヨ、はい。あ、楽しい。あ、待って、テロップ変える、ね、何かな。私はこれでした。テロップどうやって変えるの。え、そう、何年目のショールーム。なんか1回やってさ、2回目変えることあんまないじゃん。ああ、確かに。もうそのままじゃん、いつも。あ、ゲームマスター、はい、あ、私もちょっとね、お願いします。え、みんなは知ってるってやばい、はい、なんかそう思ったら、はい、あ、はい、昨夜の犠牲者いませんでした。イエーイ。テロップ変えてないらしいと思われてる人物が。テロップ変えてないって。あ、はい、ます、今から、はい、はい、楽しい。はい、にわかに怪しいと思われる人物は、ゆみこさん、ちほさんです。あ、最初は最初は、ね、うん、一番上とか、一番上にあるから。コメントを振る、コメントを振りましょう。ちょっとだけコメント見えません。ギフトのやつに、うん、ギフトの欄にしとこう。ギフト見とこ、ギフトに見とこ。今コメント見えない。ギフト見とこ。じゃあ、はい、話していきますか。話し合い、早速いいですか。はい、使用します。はい、占い師でした。おー、占い師で、うん、まあ、あのみゆちゃんがね、なんかドキドキするとか言ってたんで占ったら、はい、うん、市民でしたね。でもあれだよ、今人狼2人いるから。確かに、ひなさんしかも前科あるから。今日だってね、今日すごい嘘ついて。前回の考えちゃいけないの、そうやって誘導するおきちゃんがやると思います。ちょっと私は見た目で疑われるやつ。市民、ガチ市民です。役職もないです。ノーマル市民。ノーマル市民。アカリンが、アカリンノーマル市民だよ。ノーマル市民で、これ今ノーマル市民って言った人嘘だよ。え、違う、失礼しました。そうだ、じゃあ本当だね。焦った。アカリン難しい、わかんない。アカリン難しい。私役職持ち市民です。おお、私も役職持ちです。私も、え、まじで、おかしい、おかしい、おかしい。2人だよね、役職。うん、3人じゃん。霊媒師と占い師だから。あ、そっか、占い。でも占いだから誰か。でもこの、あの、あきちゃんと服はあれでしょ、ノーマル役職なし、うん、あ、じゃあもうここ確定しろなんじゃない。じゃあこの4人の中で、うん、誰かおる、うん、で、おーっと、おーっと、ひなは占い師でしょ。そう、占い師、うん。でも私最高白だったじゃん。最高出てないから。最高出てないから。だから隠しのないよ今。あ、本当だ。え、私も次占ってほしい。いいよ。ってことはなんかちょっと自信ある感じする。うん、うん、でも私も役職あるけど、あれ市民って出るんだよね、人間って。そうなの。あ、そういうこと。そうだよ、全然普通に。でも役職はある。うんうんうん。いや、滝野さん、いや、思った、怪しい、なんか怪しい、思った。滝野さん、滝野さん、滝野さん、滝野さんは最初に言ったから、占っていいけど、占っていいけど、最初に言っとくと、最初に消さない方がいいと思う、私は。え、何その、あ、その役職的に。いや、そういう人ほどけしていいと思うよ。え、もしだって騎士だったら、でも、うん、そうなんよ、ピオが殺されるからしれないし、霊媒師
だとしても、うん、この次見れるじゃんか。あそっか。だからわかんな、誰とは言わない、どれとは言わないけど最初に殺さない方がいいと。あえどう、それか逆にどうだ、私らを回すでも、うん、釣って回していくでも全然ありだし、うん、順番にね、もう、うん、そしたらもしかしたら、うん、なんか言ってること違う人いるかもしれないし、うん、なんかどっちか釣ってとりあえずどっちか釣る、いや今の話でとりあえず決まないんだったら、うん、騎士殺すのは怖くない、怖いかも、うん、だからかどっちか釣って死んでもらって 村を勝つじゃん。まあ確かに村人陣営だから、うんうん、そうだね、村勝ならどっちか釣るか、うん、回した方がいいのかな、どうなんだろう。でももう、いやどうなんだろう、一旦こっちやって、うん、ピオに占ってもらったらいいんだね。いいと思う、うん、そうだね、そうしようか、こっちが白なこと、うん、じゃあ誰を占ってほしいとかある。もうでも、うん、誰でもいいんだけど、どっちみち人間って出るんでしょうか、うん、ユミか千穂か風、うん、オッケーオッケー、じゃあ頑張って占います。じゃあいいですか、それ。はい、はい、どっちに投票するか決めた方がいい。あ、合わせる、あ合わせて、じゃあ死にます。ごめんね、本当に。私じゃあどうぞ。犠牲に、沖か、沖か服のごめん、死にたのにね。そうなの、沖さん確定なの、次の見るんだよ。じゃあさよなら。ごめんね、短い人生ありがとう、うん、さよなら。ミー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 ミセミの一緒。オキちゃんに入れるの？うん。あった。いや私はどうしよう。じゃあ服に。え私？でも私だって自分に入れるの。一票しか入らないから。はい。ふうさん。はい、違う違う。ありがとう。違う別。このうち。違う。違う、二択だったから。あ、誰もありがとうございます。みんなは知ってるのね。コメント見たくなるわ。うん、気になる。だみんなは知ってるもんね、絶対。ちょ、みんな用意しとこう。みんな知ってるわ。みんなギフト見てるんだよ。みんなギフト見てる。永遠にだるま見てる。沖さんです。はい、さよなら。されました。幽霊となりゲーム終了まで話してはいけません。そうなの？オキさんコメント見れるんですか？オキさんコメント見ます。オキさんのとこはさ、あの、オッケーにしたら、あ、誰が誰だよみたいな。じゃあ私のとこで考察 してくる、うんうん、そうだね、オキ考察部屋、はい、皆さん容疑者を処刑にしたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきました。にゃーん、まあそりゃそうだな。話し合い？いや次夜じゃないですか。あ、そっか、夜のターンだから。あら、人狼が。だから騎士がもう頑張ってもらわない。そうよ、守ってね、うん、ないと。よし、ショールームすっぞ、私も。おー、来た。福田参戦、福田参戦。ツイッターできた。お疲れ。私、アカリンのツイッターはマジですごいと思ってる。私も大好き。うん。一番宣伝、宣伝してるし。運営になった方がいい。アカリン。公式ツイッターの中の人だもん。運営った方がいいって思うぐらい、なんか宣伝がうまい。なんか、ちゃんとしかも全部180文字にしてるから。すごい。すごい。ゼロまでやってるから。アカリンはもう、すごい。はい。SNS 担当になるべきだね。テロップないっけ？瀬戸内。役職？瀬戸内の舞台で、市民って書けばいいのね。市民とか、あ、それかも。あ、瀬戸内人狼舞台消してた。あかりひゃ。消したよね。消したよね。うん、消してた。まあ、どっちでも。じゃあ、約束しかない。え、私これずっと喋れないパターン。喋っちゃダメだよ。え？保証例としては最悪。ありがとう。はい、はい。じゃあ喋れません。さよなら、皆さん。ギフト見てるの面白いな。いや、もうコメント見てますよ。こんばんは、うん、今千穂ちゃんとみゆみゆと、はいはい、ゆみりんとひなちゃんとふーちゃんとおきちゃんの7人で人狼ゲームをしています。で、私は市民。あ、うるさん、ゲームマスターじゃない。って言ってるのにみんなが信じてくれてない、はい、可能性もあるので、私入れてもらったケーキ、今はコメント消す？はい、コメント消してテロップに自分の役職書く。書いた。書いた。じゃあ、うん、いい？あれで、うん、はい、昨晩の犠牲者は、そんな感じです。ちょっと10時までそんな感じです。昨晩の犠牲者は
みゆさんです。あら、あら、あら。みゆさんは幽霊となりゲーム終了前に話してはいけません。あ、今朝はギフトのページだけ見えるようにしてます、今は。はい。コメントだから見えてないけど、ギフトだけの。あ、はい、占い師さんでーす。占い師さん、ユミリを占ったら、人狼でしたー。あーマジ？素晴らしい。あぶり出せましたね。あぶり出せましたね。そう、だから今夜はユミコさんをね、みんなでね、するよ。みんなで釣りましょう。釣りましょう。たまになんか、すごい裏切られた。でも、あと一人いるから。あ、一人だね。エルベリン、じゃあ弁明しろよ。みーちゃん、あのみーちゃん人間だったのか。あのじゃあもうふーちゃんです。えでも私目線ちほちゃんなんだけど。えでもあれだよ、もしみゆみゆが、わかんないけどみゆみゆが人狼で、私も人狼だったとする。でもあ、そしたら悪いんじゃない。でもアカリンが人狼かもよ。違う違う、だから人間だったもんね。ねえ、アカリンの人狼の可能性は。え、じゃあアカリン殺そうかな。いやもう私はふーちゃんに聞きます。いや、とりあえずユミリン、あ、私のこと殺しちゃう？どういうこと、どういうこと？え、なんだっけ、お待ちで喋れないの？いやでも勝てる、勝てる。あ、かわいそう。大丈夫だと思う。ナイトさんが今日ひなのこと守って、うん、次の日にうちほのどっちかひな占うから、うん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 、それでもう、もう悪い方、悪い方というか人狼の方を釣れば大丈夫。うん、いける。じゃあ行きます。やるか。はい、うん、やるか。違う、そんな感じで。怖っ。なんか今日このさ、トゥルートゥ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 ってさ、うん、体操の時に流れてたじゃん、うん、最後のストレッチ、うん、頭から離れんのよ、うんうん、以上です。はい、以上です。いいね、知ってるんだ。あ、ちょうちゃん、ありがとう、はい。すごい雪合戦してる、みんな。ね、それかわいいよね。かわいい。雪合戦かわいい。ね。はい、ふーさんの投票。はい、ありがとう。よいしょ。お、よいしょ。Thank you。はい、きよさんの投票です。はい。携帯2個持ってくればよかった。2台持ち？すればよかったな。はい、お願いします。決めました。あ、雪、さっき可愛いって言ったから、雪だるま飛び交ってた。嬉しい。ごめん、結果本日処刑されるプレイヤーはユミコさんです。バイビー。はい、容疑者を処刑したにもかかわらず、再び恐ろしい夜がってきました。おー、うん、もう一人いるからね。チョウさんから順番に4のアクションを行ってください。はい、かわいい、かわいい。私も喋れないですか。じゃあ私もコメント見ていい？あ、いいんじゃない、うん、でも本当に大きく喋ったね、これ。テロップで会話してる。なるほどとかも言えないの。あかり。はい、あかり。喋れないからさ、私ご飯食べてていい？そう、今日豪華だよね。そうだ、ね、差し入れで。ふーちゃん。はい、ありがとう。よいしょー。ジュース食べたいな。はい、すごい。はい、いいな。はい、はい、弁当めっちゃ豪華じゃん。食べるのね、和牛だよ、塩、うん、すっごいね。これあれ、あそこまで、はい、あ、じゃあ、うん、食べたいな。夜になっちゃった、食べました。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の時点では千穂さんです。千穂さんは幽霊となりゲーム終了まで話しちゃいけません。今回転なんですけれども、話を伺ってください。え、待って、質問していい？今、千穂が死んだのは、人狼が千穂を殺したから？そう。ランダムに死ぬんじゃなくて？ランダムに死ぬんじゃない。あ、了解。ひなちゃん。はい。はい、ひなちゃん。占い師さん。はい。ふーちゃんを占ったら、はい、人狼でした。お疲れ様です、ふーちゃん。ねえ、占わないで。なんで？で、千穂ちゃん、でもどっちみち占ってたからね。
あ、悔しい。勘が当たってしもうた。悔しい。じゃあもう全員ふーちゃんに入れてみて。全員ふーちゃんに入れるでいいじゃん今の。うん。じゃあちょっと入れてみてや全部。どこにあるの？あ、これふこれじゃない。これじゃない。これじゃない。あ、これだこれ。あ、これにこれで入れるねじゃあ。はい。悔しい。やっぱ人狼は占い師って対抗する方が勝てる。誰でもいいよ。あかりに入れるねじゃあ、うん、やっぱ占い対抗出とったんだ、うん、出とった方が多分プーさんが処刑されました。市民の勝利です。やー勝ったぞー。ゆみ子悔しいよ。ほろよみ地方が騎士、大きい市民、あかり市民、ピア占い師、みゆ霊媒師、ゆみ子人狼、風神狼。いや、これは反省会だな。いや、もう一回しようよ。もう一回しよう。これだんだん喋れなくなるから、だんだん部屋が静かになってくる。いや、めっちゃ倒れる。違った。やっと喋れるよ。やっと喋る。やっとコメント欄見る。やっとコメント欄見る。コメント欄が移動する。何もしてない私。次コメント欄ありでやってみる。あ、確かに。惑わされてみる。絶対でも言わんでね。みんなダメだよ。だって自分の推しはがさ人狼だった時にさ全然違うこと言ってさ、うん、ごまかされるみたいな。確かにごまかされる、うちのルームだったら福田を騙そうとしてくる可能性がある。自分のファンなのおもろすぎる。騙されてるよ、ね、はい。じゃあ、はい、次はどうする。もう同じに同じでいいよ。人狼に市民に占い師1霊媒師1騎士1です。はい、うん、占い師が無双するなこれ。確かに占い師強い。人狼は絶対対抗出るようにする。あ、でもそれだったらもう確実に取った。あ、そっか。第1夜の占いなしにするね、じゃあ。あ、なしにする、はい、対抗って何。あの人私も占いなのにっていうやつ。そう、人狼が占いなのにっていうの占い師って最初に言ってもいいし。なるほどね。か、なし、あり、うん、か、あり、あ、うん、あ、狂人いないからちょっとあれかも。狂人あったら面白いね。でも狂人入れたい。課金、狂人は課金じゃない。課金か、課金か、狂人課金かも。騎士は連続守りなしにしたら。だって、あ、だから占いの人ばっか守るなしにする。ちょっとめっちゃ倒れる。あ、そっか、それは設定でできるから。やっとくやろうかね。うん、そうだね。人狼同士把握してるよね。うん、すげえ目がキラキラ。ね、今日みんなメイクキラキラだな。かわいい。はい、ちょっと弱い固定が。お弁当食べたい。確かに。お腹すいた。今半。食べたことない。大きい大きい。はい。こうやってまたリアクション変えたらいい。うん。はい。すごい雪が。めっちゃ豪華な。なかなか食べれないこんな。お疲れ様。ありがとうね。こんなに見てくれて。はい、おふうさん。ピあ。テロップかけます。今何時だろう。まだ大丈夫ピオたち。ね、ちょっと時間見ながらやろうね。あ、あと30分ぐらい。あ、いけるね結構。次の4月になったらタマピオもショールームできるの。夜まで。うん、なんか時の流れ。私そんなに信じられない。2人が次大学生の、うん、見えない見えない。でも風痴法が24時までできるのもなかなか信じられんけど。本当、うん、私2年前ぐらいからできてるけど1年ぐらい。はい、頑張ってるのはみゆさんです。おー、まあ最終接見。はい、私市民、普通のノーマルね。あ、私もノーマル市民でした。はい、占い師でした、はい、でもまだ占えてません。あ、そうなの。そう、役職持ち市民です。私も役職持ちです。今も役職持ち市民。ちょっと待ってちょっと待ってください。ちょっとってことはじゃあここ2人がすいません、なんでもない。あ、そうだね、うん、私たち2人が市民だ、うん、なんで、あのあれだ、引き逃げ引き逃げ組みたいな。そういうこと。え、待って、そういうこと。それも悲しいね。でもなんか福ちゃんが適当に言ったかなったけん。うん、確かに。もしかしたら普通の市民なんていうの、うん、うん、どういうこと、うん、あ、それはないか。普通の市民がもしまだおったらさ、え、私も市民なのにあいつ嘘ついてるってなるじゃん。あ、そっか。市民3人、2人、じゃあ2人でいいじゃん。
あ、二人？二人。あ、そっか。うん、で、みんな役職持ち？役職持ち。でも占い。よし、マジ使用しちゃったから誰か守って。あ、そうだね。誰か守ってください。頼む。占い師なの？本当の占い師。すいません。静かな声。ごめんね、しまみ。ありがとう。はい。まだ通じ、まだ通じ。あ、まだ通じないか。このネタ。身内ネタか。先生に怒られた修学旅行。もうドアがちょっと閉まりきってなかっただけでした。あ、よかった。あ、そういうこと。だってこれ角部屋だもんね。そう、ちょっと角部屋だから。修学旅行。セキュリティちゃんとしてねっていう。なるほど。うるささではなくセキュリティをちゃんとしてってことでした。確かに普通の声やったね。よし、どうする？でも話し合い中か。話し合い中、誰を釣るか。なんかみんな同部屋なわけない。そんな修学旅行本当の修学旅行でも楽しそう。やりたいな。和室だったら、あり、和室だったら、和室やな。枕投げ。どうする？プレゼン、プレゼンないの？プレゼンないの。私は今すごくお寿司が食べたい。つまり肉が食べたいわけじゃない人の。だから人狼じゃない。肉食べてる人いる。いや、だから市民だって。市民だって。しかも私みんな綺麗に肉食べてないから見て。お、本当だ。私一番好きなもの最後に残す人。なんか、発言が全部人狼に思えてきちゃう。いや、もうそれ。あ、確かに。二連続はさすがに。ゆめくんね、うまいんだよ、人狼。え、近い、もうひなちゃんには勝てないですよ。ひなさんね。まあ、待って。ひなやっとるもんだって。やっと、やっとる。あと20秒です。あら。あら。え、決めれんね。でも私、あかりんさんがなんかちょっと、千穂さんと一緒だけど、なんかすごい、最後になんか役職持ちですみたいな。なんかちょっと自信が。役職持ちだったのがちょっと気になる日の。違うよ、役職に自信がないんじゃないよ。何に自信がなかった？人狼ゲームに自信がなかった。そもそも。でも1夜目だからとりあえずそれぞれに入れてみて。終わりました。あら、有料です。ピエン、疑われてるみたい。ピエンだ。ピエン。ピエン。なんでそんなにピエンっていう言葉がいっぱい出てくるの？ピエン超えてパオン。パオンとかも。でもすごいみんな何も言ってない。誰が何て言ったで。誰も何も言ってなくてすごい。確かにコメント普通に何も来ない。ミンド。みんな言ってる。偉いね。ミンドいいよ、ありがとう。褒めタイム。おきちゃんだ。はい。じゃあ適当に。あのピアちゃんがカクカクっていうか。一夜目なので。はい。あれめっちゃ重かった。うーちゃん。はい、ありがとう。いい。あ、また倒れちゃった。カクカク。まあ一夜目がやってきました。はい、ほら見ろ、ほら見ろ。関係ないか。どっちでもなるのか。2人いるから。そっか、関係ないか。朝が来ました。ピエン処刑された方。まずまく。あ、私か。お腹すいた。ツヤマンね、処刑されたら。みんなもうカクカクって呼びなさい。呼びなさい。アカリンは狼ではありません。猫でしょ。そういうところは。猫か。はい。猫かの。え、なんで飛ばすの？もう死んじゃったから。福さん。なんのよ。
君はもうこの世にいないんだよ。あん。あん。ミルペンのツインテールとなって生まれ変わる。やればじゃなくていい。あ、やればでもいいね。やればになって生まれ変わる。はい、おふうさん。はい、ピアさん。今日は人間風メイクです。本当に面白い。じゃあ本当にいつも猫のひげとか耳とか隠してるじゃん。そう、人間風メイク。昨日は猫の日だから東京ミュウミュウ的な。そうそうそう、香川ミュウミュウ出そう。なんかもう悪くない。香川ミュウミュウ、オリーブミュウミュウってことがいい。はい、昨晩の犠牲者はゆみこさんです。香川ミュウオリーブミュウミュウ、今朝はドンミュウミュウ、ドンミュウミュウ、すいませんでした。はい、話し合いタイムです。はい、占い師さん、はい、岩田ひなさん占いましたが人間でした。はい、そして私も言いたいと思います。はい、おっと、私霊媒師です。おっと、あかりさん人狼です。おめでとう。おめでとう。じゃああと一人だ。じゃああと一人か。そうです、ピオちゃんのこと大好きだった。はい、私信用します。はい、私騎士です。お、私を守ってくれてたんです。マジでもありがとうございます。バレた。みんな誰に入れた？私福さんに入れた。あ、福ちゃん。うん。さっきのズルス投票。さっきの。ズルス投票は福ちゃん。もバレバレですね。ポーカーフェイスできないよ。マスクしてるのにな。面白い。そのじゃないやつは？その次のやつ。あ、投票？誰に入れたっけ？え？誰に入れた？あかり喋れないのか。あれ、夜の人狼ってどういう風に表示されるんだっけ。あれって、あれ、ちょっとなんだっけ。あれ、なんで、あれ、ゆみこ出て死んだんだっけ。うん、人狼に殺された。あ、人狼に殺された。うん、じゃあまだこれから昼が投票。昼が投票。ひみにさんは人狼に殺された。オッケーオッケー。あれで、ひなさんは市民。そう、市民。もう、え、ここ市民だから、ちほちゃんか、ちほかふうかよ。あ、そうだね。え、でも順番にやって、こうしていいけど、ちほちゃんは先にそうする。ズルスのちほちゃんにしてほしい。なんで？なんで？騎士だから。でも騎士って言わなかったじゃん。騎士って言ってないってことは。そうだから最高だ。確かに。最高。消えてほしいから。最高来てない。全部さ、人狼にやられると思った。ああ。じゃあ騎士なの？え、でもフーサが騎士って言った瞬間に。え、なんで騎士私って言わない？うん。だってもうおかしい。フーサ人狼ってなって。ごめん。でも本当に。私やるの？うん、あ、そうなの？うん、いいけど、奥さん守れなくなる。そしたら、え、私が守るから。絶対やられる気しかしない。あ、じゃあ次のターンで人狼残ってたらおかしいじゃん。うん、もし風だったらさ、確かに残るじゃん。うん、あ、そうじゃね。そう、だから一回殺したらいいと思う。うん、私を？うん。なんで？まあ、ちょっと。ここまですっとぼけるちょっときれいそうでしょ。これダメだ。とりあえずおのおの投票します。おのおの投票します。3000円。ええこの弁当1個3000円。1500円だって。びっくりした。でも高い。でも高い。え、ほんまに2000円だって。めっちゃ頑張って50円ぐらいする。かみしめて食べよう。ありがとうございます、スタッフさん。1000円が一番安いんだって、この弁当屋さん。この本？うん。マジか。カクカク投票。カクカク投票しましょう。カクカク。はい。はい、みえさんから。ねえ。カクカク投票。段数によって値段が違うんだ。2段。あ、だから2000円。200円で2000円ってこと。ああ。2段以外は高かったからある。俺の以上に。絶対ふくちゃんもあるよ。嘘。お値段以上。ニトリ。ニトリ。今半だよ。お値段以上の美味しさ。え、これおのおの投票するんですよね。あ、カクカクだ。あ、カクカクか。うん、言いにくいな。2段は高いやつだって。カクカク今投票中です。夜に。え、1段目なんだ。おのおの間違えました。カクカクでした。あ、そういうことか。あ、え、2段目全部おかず。おかず。え、ご飯ないの。いや、1段目がおかずだって。あ、間違えた。ご飯。そうなんだ。はい、あ、じゃあ私叫びます。あ、今回私が死にました。はい、そしてラボールありがとうございます。
道なかったよ。え、なんで絶対見てなかったの。え、書いてんの人道の人たち。上に書いてるよ。そうなの。書いてんだよ。そうなんだ。やっぱ地方成り立っていない。ごめん、一回地方に入れた。ここここ成り立ってない。人道チームの騎士なのにって言ってたのは何だったの。あれはあの人狼だけど作戦か、うん、頑張って。作戦遅かった。もう無理だと思って悪あがきした、うん、え、霊媒師なしにせん。人狼すぐバレちゃうくない。あ、まあ確かに。占いも霊媒師なんだろ。シンプルにする、うん、もう占いと騎士と市民と人狼だけ。うんうん、そして美味しい。いや、あかりめちゃめちゃおもろいよ。すき焼き午前2700円。マジか。はい、人狼に一時間占い師1。やだ、お腹空いてきた。はい、お腹空いちゃった。どうする、連続ガード禁止する。あー、どうする、どうする、やってみる。それで、それ無限にできるの。うん、できる。連続ガード禁止モードを押すと、連続ガード禁止は昨晩守られた人を連続で守ることができなくなります。おー、昨日お風呂入ってついてた。はい、じゃあそうします。じゃあ占い師がちょっと増えてない。強靭入れれないの。そうだね、課金タイム。騎士2回守れない。ありがとう、メラーボール。22時まであと18分だって。もういっぱい行くよね。でもさっき20分ぐらいで終わったから。市民の鏡。なんかさ、名探偵みたいな。の鏡をやってるんだけど、面白い。今日私が物を食べるとさ、ミラーボールが回るの。どういうこと。本当だ、あかりんさんのルーム、ご飯食べたらミラーボール回ってる。そうなんよ。なんでわかんない、なんかパーティー行われてるの。多分今日も生きててよかったねみたいな感じだから。いや、私さ、なんか人前でご飯食べるのめっちゃ恥ずかしいんだけど。あ、でもわかる。なんか見られたくない。口の中とか、口の中っていうか、なんていうの、なんか麺とか特に。麺やだ、麺やだ。この間汁なし担々麺食レポしたんですよね。麺やだ。ドアップで恥ずかしい。なんかそう、しかも食べ方逆再生みたいだねって言われた。ひどい。私が、私麺すすれないから。悪口言われてるよ。そうなんですよ。アンチさん、大きい食べ物が無理。恥ずかしいよね。恥ずかしい。食べづらいんだが。私食レポ極めるんで。え、でも食レポ上手い人尊敬する。ほんまや、上手に食べない。はい、ガチ。あ、テロップ変えなきゃ。カレーです。え、すごい、今半って書いてる通り。え、すごい。え、見て見て。え、マジほら、ほら、あ、みんな来た、みんな来た。みんな来た、みんな来た。え、すごい。ほら、今半って。え、ちなみに食べちゃった。え、すごい。ほら、ほら、すごい。ひなちゃん以外全員来た。ひなちゃんめっちゃ倒れる。おやつだもんね。はい、怪しいと思っている人物です。おー、反転だ、反転。あ、今回は、うん、とりあえずのやつ。占い師。おお、私も占い師。ふくちゃんが白だったよ。私赤いの市民だもん。私も占い師。私ひなちゃん占ってひなちゃん白だった。おー、私占い師多くない。なんかもうひな風が人狼にしかは私は見えない。待って待って待って、ひなノーマル市民だった。確かに後からノーマル、ノーマル、何も役なかった。役職ある人は、はい、役職ある。何いらない。ねえ、言っちゃダメじゃん。もう言っちゃダメ。ユニコン、やばいって言わないで。あ、ほんまよ。言っちゃったね。やばいやばい。あー、違う、でも言ったら騎士だけど、誰を守っていいかがわからん今。あ、うん、だからフーかピオってことですよ。ピオじゃないよ。でも、チホさん、フクちゃんとヒナだっけ。ヒナ、うん、私のノーマル趣味で、ユミリンはミユかフーちゃんのどっちかを守ったらいいんだ。そう、どっちかを守ったらいい。そうだね、うん、それが重要。え、でもどっちかが 100% 人道な。 100% 人道、100人道、ね、私目線はもう玉ねぎさんがもう 100% で。いや、もう私目線はもう本当にもうふーちゃん。まあそうなるよね。でもまあそうだって、ふーちゃん目線でひなは 100% 人狼じゃないでいいよね。 100% 人狼じゃない。で、え、じゃあふくちゃんとピオが今は 100% 一応人狼じゃない。一応、うん、違う。ふー目線はたまがふく、うん、ちゃんを守ったから、ここの二人がつながってるんじゃないかなって思った。かわいいピオちゃん、かわいいひなさん。ノーマルって感じ。ふくちゃんは占い師。
ひなちゃん占ったの。ひなちゃん占った。あなたは？私は福ちゃん占った。で占った理由言おうよ。確かに。うん。私ひなちゃん占ったのはひなちゃん人狼うまいから、人狼だったら殺しときたいなって思ったの。だから占った。いいねー。私は今半の投票してもらったから。え、なんかちょっと恩をあだで返して。てかさ、占い師2人いるのおかしくない？だから違う。初心者。え、対抗対抗、これが対抗ってこと？これが対抗。みんなこれを人狼で。でもみゆみゆちゃん本人だよ。だって赤にしとって分かってくれたらもう。じゃあもうふうさんが絶対。そういうことか。今から投票でしょ？うん。そういうことか。でも私殺してもいいけど、もう占えなくなる。まあでもそれは。何て言ったらいいんだろう。殺すはいけんやん。いけん、うん、今日別に吊るすのは違う人にしてほしい。そうね、うん、ふうもじゃあタマもやめてほしいかも。一回じゃあ真っ白な人にする。占いちょっと残しとってほしい。じゃ真っ白な人、真っ白だけのどちらかが人狼の可能性もあるっちゃあるってことでしょ。そうだから千穂ちゃん死んでもいい。殺したもん。いやだやだ。千穂さん待って、聞いて聞いて、私はもうちょっと生きたい。どっちかがさ、人狼かまってことですよ。あ、じゃあここ2人回すか。服とピアノどっちか。あ、そうだね。え、なんだそれ、違うと思ってんの。え、でも、ごめんね。はいはいはい。でも、ひなちゃんは、はい、ちゃんあ、ごめん、倒れる。あ、じゃあひなちゃん行きましょう。ひな全然殺してもらっていい。え、だし、市民で残って。市民だけ、別に。本当に市民。残っても意味ないけん、死んでもいい。かっこいい。もう私も意味ないから、全然。あかりもただの市民だから、別に。生き残ってのも役に立たないから死んでもいい。ってことだよね。やばい、なんかアカリンが趣味に見えてきた。ただただ、ただただタマが適当に言っただけの気がしてきた。アカリンがルール、ルールが分かる。初心者がゆえに。5回目ぐらいだよ、これ。結構やっとるやん。今日、人狼めちゃくちゃやってる。むずい、アカリンが一番。とりあえず、どっちかに入れるじゃん。そうだね。はい。間違いになった。あかりんさんかひなさんどっちかに入れることになりました。私マジガチの白だからなんか全然参加できへん。あの世界で大事なことなんだね。なんか空いた。ひもじそう食べなよ。で食べてる。確かに。隣の先輩食べてるよ。隣の先輩食べたらしい。美味しそう。うわ美味しそう、食べた。昆布がいいね。食べてる人と見られたくないぜだ。あ、まあでも確かに、はい、抵抗あんまりないけど、あ、ごめん食べてる。ルーム隠れてる。赤にはリアル狂人にだって。赤にリアル狂人だよ。いや、まあ、私このまま生きてて狂人だよ。どの回もリアル狂人。狂人たちに言われたくないんですけど。ちょっと待って。はい、はい、ありがとう。どうぞ。もう終わっちゃう。確かに早い。もう終わる。おさまおさまつさまでしたです。おさまつ。はい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 。ゲームプレイヤー。ゲームプレイヤー。ごちそうさまでした。はい。今夜の結果まで集計されるプレイヤーはピオさんです。おお。こんばんは。ピオさん集計されました。いいな。ゲーム終了まで話してはいけません。はい。夜のアクションです。え、反省ないのか。ない。あ、そっか。夜のアクション。あ、そう。もうユミコ頼むって感じ。うん。うん。ナイトにかかってる。え、でもさ、次さ死ななかった方じゃない。うん、確かに。うん、そうだね。ピオさんが。色を始めちゃう。では、ん？そうか。ん？リップ塗りたい。クマ、ありがとうございます。さっきのさっきののポーチの分かんない。口、ここじゃない。口、あ、私口入れてないかも。こっちかも。これは名探偵かな。あ、マックするわ。でもありがとう。いいや。バイバイ。バイビー。あ、オキポどっちだ。オキよ。はいよ。ありがとう。私はまだ生き残ってます。
誰かが。そう、リボンのネックピロー、この人にさ隠してやっても面白そう。確かに、誰が一体みんなに、ファンの人にも推測してもらう。でもさ、タマピオが映れなくなったら一回隠してやるじゃん。あ、そうだね。そしたら映さりもできなくても、声だけで、声だけで。あと10分ですね。あと10分、あと10分、9分か。おきちゃん、はい、はい。はい、ふうさん、ありがとう。52分、 OK。 今夜のアクション中です。投票しました、人狼。ロボールめっちゃ来た、ありがとうね。メンバーの人狼見るの楽しい、本当。めっちゃ机引き臭い、マスク腰からでも。はい、ゲームマスター。はい、はい、ゲームマスター、ありがとう。市民チーム勝てるか、はい、あ、昨晩の犠牲者はゆみこさんです。あれ、あら、人狼に、はい、人狼にやられちゃった、やられちゃった。あら、かわいそう。海に今話し合いか、うん、私、おきちゃん占った。お、人間だった。おお、で、私は超占った。何、うん、人狼だった。えぇ、ー、え、違う、人狼だった。人狼じゃない。え、なんでそ、え、人狼だった。人狼じゃないよ。だからもう私は千穂とフーがもう人狼だよ。そっか、占い師のふりしてるから。ああ、そう、そう見えるのか。でも私からしたらみゆみゆ人狼じゃん。確かに、私みゆみゆがおきちゃんって言うと思ったの。おきちゃん占うと思った。あ、人狼じゃないのに。私は千穂だったよ、超占ってる。え、アカリンって死んでる？アカリン生きてるよ、市民だもん、普通の。生きてるのか。うん、じゃあアカリンが人狼の可能性もあるよね。確かに。私目線はね、うん、いや、私目線はもう白だよ、アカリンが。だからフーちゃんのビームどっちを信じるかだよね、アカリンは。でももう守ってもらえないから、うん、ここは占いでどっちか、占いじゃないか、釣って、うん、でも人狼に殺されるのか。ローラーだけ、なんとかなんとか、違うの、もうどっちか釣るしかひなちゃんは？ひなは死んだ。死んだよ。死んでるの？うん。あれや。普通の市民だよ。なんか今ここの、ここだけ？ここ。わかった。はい。わかった。はい、ここで千穂ちゃん釣るじゃん。わ、はい、でもっと聞いて。千穂ちゃん、千穂ちゃん釣るじゃん。千穂ちゃん釣ったらさ、千穂ちゃん人狼なわけでしょ？もしミミュが言う通りだったら。そしたら人狼一人いなくなるじゃん。うん、でもし人狼が、うん、フーかミミュを殺すじゃん、絶対次占いで。わかんないけど、人間人間人間って言ってるから、殺すってなったら生き残っとったらおかしくない？もうわかんない、わかんなくなってきた、ふーもん。とりあえずどうすればいい？言って、私が誰を投票すればいいのか。え、ちほさん、私の村のこのまま子を見て、まま子を見て、お前ちょっと疲れる。あ、いいよ。今日じゃないんだけど、ひどい。千穂さんを釣ったらどうなる？私の人、人間人間、ちょっと待って、考える。じゃあ、フーを信じた場合、誰にどうかな。フーを信じた場合は、もうみゆみゆに入れてほしいよ、正直。あ、入れてほしいのは山々だけど、でも占いで信じてるでしょ、こっちも。でも私は結構白って言われたから、ちょっと信じてるけど、うん、あ、でも、ここの線もあるのか。この線は、みゆみゆを信じた場合は誰に入れるの？みゆみゆを信じた場合は、千穂か。千穂じゃない、はあはあ、だから、とりあえず千穂に。でもあなたは信じられてないことになるよ、そしたら。あ、そうなんだよ、難しいね、うん、だから私は人狼を見つけれてないから、占いで白しか見つけてないから。あ、そういうことか。でもみゆみゆは人狼を見つけたって言ってるわけでしょ。なるほど。そう、だからもうみゆかふうの、うん、でも今日絶対オオカミ1個は1人は釣らないと負けちゃう。マシミンが絶対負ける。そうだ、絶対に釣りたいだから。どうしよう、私は。千穂さん言えば言うほどなんか自分に見える。じゃあもういいよ、殺せ。もう知らないからね、ほんとに。ユミコ、ユミコさん殺さないといけないでしょ。もう知らないから。私はあのコメントで全部教えてもらった。めっちゃおもろい。誰を信じたらいいの？アカリンは市民なんだよね。ただの市民なんでしょ。人狼かもしれないよ。いやいや、惑わせないな。惑わせないで、自分で。なんでユミコ
東京で私が白言ったやろ。いやでも私はふうさん信じる。白って言ってくれたから、だからみゆみさん、私はみゆみゆがわざとちほちゃん人狼って。みゆみゆ団長呼ばなくて大丈夫かね。もう多分55分ぐらいだよ。あ、今ね56分。団長呼びな、一旦待つじゃん。一旦待とう。もうリアル狂人のせいで確かに難しいよ。役職ない狂人が多い。難しい。お前だよ君だよ君。まあ飲ませてくる。ありがとうね。本当でも千穂さんがはめられてるだけのそうだ、ね、あれもある。どっちなんや。やっぱ最初の LINE で風目線見とったら赤にとみみめが白って言ったじゃん、うん、ああこことここ。やっぱひなちゃん殺したから次こっち行くべきだったのかな。あ最初に殺されたのひなちゃん。ひなちゃんは死んでもいいよって言って死んでくれた。私もその考えだったわ。むずいね人狼って。難しい。頭めっちゃ冴えそう。怖いね。なんか殺されたくないな。何も悪いことしないな。私のセリフだからね。難しい。誰に言ったのやろ。これはもうちょっと赤人が人狼の線も捨ててないんだよ、うん、これはリアル狂人な振る舞いを。ちゃんと無課金だけど課金アイテムをちゃんと私が表現してるから。課金アイテム、課金アイテム、強人課金アイテムなんでしょ。もうやだ赤人。本当に狂人。大歓喜それは、ね、楽しみ。絶対皆さんが一人でなんか大歓喜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 。ちょっと難しい。これはもう勘っていうか、うん、それでいくしかないんですかね。え、千穂ちゃんはさどっちを信じてるの。じゃない、どっちかっていうと私だとこっちに。なるほど。そっか、自分がだって信じるのじゃないんだもんね、うん、絶対こっち。なるほど。え、怖いよ。どうしたらいいんだ、誰に入れたらいいんだ。つるさ、でも私を殺したら分かった。ダメだよ、信じてくれてる。信じてくれてる。信じてる。ミューミューにいらん。今89ないよ。分かった。一人死ぬでしょ。あと60秒で切る。で、私は後に占いで見える。ああ、それでいいじゃん。あと50秒、私多分死ぬかもしれないから、2人で、赤に35秒入れてほしい。そうなると。分かりました。オッケー。あ、確かに。そう。はず。決まった。わかんない。ちょっと面白い。なんか濃厚いけるかな。ね、ちょちゃんが人狼だったらもう終わりって感じだけど、絶対ない。それは信じて、うん、信じてください。マナコ、マナコこのマナコ言ってましたよね、さっき。このマナコがまっすぐのマナコを見て、はい、もうちょっとで話はまとまりました。みゆみゆさんを釣ります。バイバイ。バイバイ。10時。お疲れ様。10時になりました。このマナコが見えるか。マナコ、はい、なんだっけ、マナコに似てる生き物あるよ、ね、ナマコ。あ、ナマコだ。ナマコ話し合いしてた今、うん、で、もう、はい、で投票、投票ね、うん、ヒラさん、ナマコのモノマネして。もう終わった。あ、終わった。生子の真似する。どこら辺が？ひなちゃんが生子の真似する。ひなさんが生子の見たい。見せたい。見て。ひなさんの生子の真似。可愛いね。可愛い。ちょっと揺れてる。ボロの見てていいよ。私はい。見せる。抜けるやつでしょ。え、今回も抜けるマジで。今回も抜けた。はい。鳴き声のカンスの音か。めっちゃ炭治郎じゃん。鳴き声のカンスのカン。ありがとう。本当に泣ける今回。マジでいい人間っていいなって感じ。あ、炭治郎だ、見て。炭治郎出てきた。投票の結果、本日処刑されるプレイヤーはみゆさんです。おお。で、続くんやね、多分。みゆさんは処刑されました。以後、幽霊となり、ゲーム終了まで話してはいけません。では、みゆさん、容疑者を処刑したにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきました。つまり、どういうこと？つまり、もう一人いるってこと。はあ、それはでもそう、市民。めっちゃ気がするじゃない。千穂さんから順番に夜のアクションを行ってください。はい、はい、ありがとうございます。
今タマピオはね、なんか何読んでんですか。本当にボノボ読んでるし。あ、ボノロン。ボノロンか。ボノロン。ユミリンさんのボノロン読んでます、二人で。なんか心当たらない。私今日石田純一スタイルだから足が気持ち悪い。脱ぎだよ、脱ぎ。確かに脱ぎちゃう。はい。はい、石田純一スタイルなの。靴下忘れちゃった、履いてて。あ、言っとったね。しまったしまった。ったユミリンも靴下忘れたでしょ。わかる。あ、そう。珍しい。いやでも、やばい、見えればほら左右揃っちゃうよ。そう、ふうさんね、タイツにスニーカーできたから石田純一スタイルいいな。白タイツ、タイツでいいやん。え、でも最悪ゲルナさん完了しました。ゲームマスターにたまちょって言われてください。ゲームマスターがいいの、これで帰る。ゲームマスターはいい。え、ユミリさん、じゃあ時の出しますね。はい、はい、昨晩の犠牲者はフーソンです。フーソン幽霊となりゲーム終了まで、そして声はいいです、まだ続きます。わえ、じゃああの線でいく。え、どの線。あのフーちゃんがさっき言ってたやつ。あ、え、何も言えない。この人が人狼だったとしたらどうだったっけ。言いたい言いたい。え、私結構千穂さん疑ってるけど、なんでアカリンが死ぬんじゃない、このパターンは。アカリンさんか。うん、あ、そっか、だってこの人最新。あ、そっかそっかそっか、うん、あ、じゃあそれで、うん、あ、なんかアシストしちゃった。悩み乗せて。何、どういうことふーちゃん、マジでおもろいけん。待って、めちゃめちゃおもろい、やばい、これは。え、なになになに、このことで言ったらダメだよ。めちゃめちゃおもろいよね。裸足で様は、そう、私今裸足で様なの。裸足になってどうするつもり、そのままどこかへ歩いて行くの。ヘイ、ごめんなさい、ボリューム大事。じゃあちょっとあと3分。はい、結構長い。長い。もういい。あ、もう大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。お前なぁ、ダメでしょ、そうやって汚いやん。喧嘩しないで、おっちゃんおっちゃん、はい、配信外で喧嘩しないで。暴力振らわれたんだ。はい、では投票の結果、本日処刑されるプレイヤーはあかりさんです。後悔しろ、みんな。ドキドキするね。はい、読んで。ジェダーチームの勝利です。ちょっと待って、誰が自分だったの。私たちは。ちほちゃん、あんなにマナコって言ってたのに。ちょっと待って、思ったのに。私最後さ、アカリのこと占ったら人間って出た時はもうなんか本当にいたたまれない気持ちで、おきちゃんごめんと思った。私千穂さんかと思ったけど、コメントで嘘なのに当たってたんだ。福田で決定って書くから君らが歌った。振られたのマジでやられた。だってもうこれしかいなかったの。私さ、可動機を釣ろうと思ったんだけど、あえてユミリンで行こうっていうなんかメモを残してたから。メモとか残してるの。メモしてたよね。うん、え、すごい。え、歌ってるんだ、スマホで。うん、そう、3つ出てくる。なんとなくと、あえてと、絶対こうしないといけないみたいな。あと1票か2票か3票。そうそうそう、うん、あんなにちょっともう一回見たい、千穂さんが人狼って言われた時の反応。すごかったの。しかも人狼同士で人狼って言わないから。本当に意味の潰し合いがすごかったね。意味のがめっちゃうまい。すごい、千穂ちゃん怖い、マジで。まだここへ。信じられない。あのマナコ信じられない。このマナコダメだ。信じられないね。誰も。さすが女優部門。スイプラ女優部門。さすがや。どうする？もう一回やる？どうする？どうする？言いたい。もう一回しか。ラスト人狼。なし。ファンの人にも。ファンの人にもなし。ファンの人にも。じゃあ見せないやつ。うわ、もう本当に君らのせいや。ちょっと待って、人狼舞台できる。あ、いや
まだ呼んだよな、ね、もう信用してない。あ、ラストです。みゆみゆ、ちほちゃん、おきちゃん、ぴよちゃん、ゆみこ、あかり、ふの順番です。はい。え、ゆみこ、あかり、ふ、みゆみゆめっちゃ弱いじゃん、一番。何が強い。うちらめっちゃ弱いんだって。ポイント？ポイント？おー、すごい。弱い2人だから、私とふーちゃん。私、符号じゃん。符号？全部、多分全部勝ってるから。あ、そういうことか。じゃあ、これからファンの人にも内緒で。はい、役職は見せません。ラスト戦いに行く。オッケー、これラスト動画。そうじゃん。声の出演は、ぴよちゃん。はい。たま、たまちゃん。はい。たまぴよ。たまぴよ。こんな感じです。はい。ラスト。はい。え、役職はさっきと一緒でいい？うん、うん、人狼に市民さん、占い師1、騎士1。はいはい、はい、です。たまちゃんの手です。あ、たまねーぎたまねぎ連続ガード禁止にする。どうする？禁止で、うん、禁止で、はい、あ、次は絶対勝つぞ。さっきの騎士誰だったの？私。あ、そうなんじゃ。まあ、さっきに。え、言ったか。役職持ち一人しかいない。あ、そうだった、そうだった。そうだった、そうだった。守ったからね、言っとくけど。あ、ありがとう、嬉しい。人狼。ありがとう。私、信じられてない、由美子に。ごめんね。先に言ったから。いや、今の難しかったですね。コメント欄を見てもいい？うん、いいよ。みんなわかんないもん。コメント欄もわかんないから、コメント欄見ます。終わってから、はい、死んじゃってから、死んだら言わん。死んだら言っていい。あ、うん、死んだら言っていい。死んだらじゃあ言います。ずっと趣味やってる。死んだ方がいいかも。あれだ。みんな最後まで内緒にしようよ。あ、そうなんだ。最後、最後、最後。めっちゃ落ちる。ちょ、暴れないね。本当に暴れたの。人狼ゲームしてる。ふーちゃん、ちほちゃん。あ、入った。おきちゃん、ひなちゃん。さっき難しかったですね。あかり。まだ引いてない、今から引く。役職欲しい、確かに役職全然。セクシー。はい、ありがとう。はい。激しい、激しい、画面外の人で一番テンション高い。元気か、公演やったのに今日。あと3公演はできる。あと3公演ちょっと無理。最後喋んなくなっちゃうでしょ。最後もう無駄に。 MC が MC さんとなっちゃう。はい、ふーさん、私まだ今から MC です。聞きました。あ、みんなに見せないのか。いた、びっくりした。ボールってしてる。聞きました。はい、ピヨ。ね、チュリさんとリーナさんのコンサートね、行きたい。みんなテンション高いから眠れなさそう。眠れなさそう、確かに。みんなで終わるする、はい、終わるする、はい、終わる、はい、終わる、終わる。みゆみゆが疑われてます。明日です。あら、はい、明日です、確かに。次はいいですか。はい、はい、カミングアウトします。占い師でした。おお、はい、私のカミングアウトで、あ、誰も占ってません。あ、占いからね。市民、あかり役職持ち市民。バカだ、バカ野郎。言った、私のこと一夜しか守れねえよ。なんで役職持ち市民っていうのはもう騎士しかいないからね。います。あ、え、いい、え、でもさ、占い師も役職持ち市民じゃん。え、でも占い師が使用してるからもうみんな知ってるじゃん。どうする？だから私のこと強人って。さっきもそうだったけん。確かに。確かに。人狼勝ったじゃん。市民。市民。市民。苦しい市民。みんな市民。殺さないで。じゃあとりあえず殺さないで。はい。二人で結託とかやめてる人狼の人。え、誰だろう。占い師でしょ。質問ができるのか。質問、今から投票で殺すんだ。うん。ゆみこは市民か。市民、普通の市民。市民か。それみんな。もう市民しかおらん。そっか。でも最近の投票はさ、もうこういうしかないじゃん。市民、市民、市民って。確かに。疑わしい要素もなんか見えるものもないじゃん。ないよ。もうやっちゃう。勘で。確かに最初は勘でいきたいと思います。皆さんも考えてみてください。確かに。
みんなも対抗が出ない気がする。うん。赤に面白すぎる。だってなんかさっきはさ役職持ち市民ってみんな嬉しそうに言ってたじゃん。はい、見える。あれはいっぱいあったから、ね。霊媒師とか騎士とかあったから。あ、そうなんだ。そう。ショック。ショックだな。ショック。バラエティ部門赤に。そのつもりはないのにリアル狂人体リアル狂人体みんなを惑わす市民やったらなんか何もできんのはいイチジクのケーキ食べるの楽しみ、はいはい、イチジク好きなふーちゃんえ、食べることないんよだからイチジクにしたどういう味か分かんなくて美味しい食べてないよないつ食べるの今でしょ。この人のノリ癒されてもう乗っちゃうから。はい。誰？ジロ誰？誰だろうな。ふーちゃんの口数が気になるところってコメントに書いてある。確かに急に減ったね。うん、あんなに。さっきはさ占い師やったっけ。ああ、確かに。なんでかばってんのその二人。あれあれでね、なんかあんなにさっきまで争ってたのに言わないでリリリリでもかばってくれたあ、これは読んでもいいやあ、もう読んでもいいよろしくお願いしますあ、投票の結果みゆさんとふーさんの決戦投票を行いますあ、容疑をかけられたプレイヤーは一言ずつ最後の弁明をしてくださいお願いします、お願いしますなんか怖いちょっと待ってごめんってか私ミユミに入れた疑わしい人物うん、あいつミミに入れた。ミミに入れた？うん、私誰に入れたっけ？チホに入れたわ。わ、うん、まあ私は死んだ。だから別に私も死んでいいけどここは繋がってないの分かったし、だからここが入れてるから、なんか死んでもいいけど、ねうん、残ると思う二人。まあ、今回あれだもんね、何のあれもなく考えたやつだもんね。いや別に。怖い。じゃあ次夜だっけ？ミミに入れたら？いや決戦投票。あ決戦か。ミミ入れない。じゃあめんどくさい。始めますね。はい。怖いね。怖いね。なんかでもさ、もしかしたら明るく死んで、え、それはないか。仲間売るには早すぎじゃない？そうだよ。仲間。でもそれで2人やったところで、1、2、3、3対2になったから。その次の時に1人絶対殺せばワンチャン市民勝てるんじゃない？ここ順番に殺していったとしても。はい、あきちゃん。はい。どうすればいいんだろう。どっちにしよう。もうどっちでもいいこれは。じゃあ。オフのおみゆが狙われとるがな。ふーさんとみゆみゆさん。もうどっちもわからんからとりあえずって感じです。片方に入れときました。ちゃんちん色ちゃんちん色じゃない投票の結果本日処刑されるプレイヤーはみゆさんですあらあらららら再びお通しやるねきましたゆみこさんからはいみゆみゆってかわいい夜のあったねキレレキレレめっちゃよかっためっちゃよかっためっちゃよかったはい今日はい緊張で緊張でよかったけどすごいよかった歌えるかの心配もあったし好きな言い方だったね、そう、そうなんや、はい、一人の時に、まあ、人狼が誰か、楽しみだね、夜これか眠たくなってきた静かだから人狼がないよねキルンチク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 花粉症で目が腫れてるおきちゃん、はい、市民かわかんないってことだよねまだわかんない死んだったなんとも言えない霊媒師いないのかいないそう、霊媒師いないかなえ、霊媒師いない。でも難しいねこれ。え、でも霊媒師いたらすぐ終わっちゃう。あ、確かに。まあね、確かに。確かに。今二人いるのか一人いるのかもわかんない。確かに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 。可愛かったよ。お話が。確かに。はい。可愛かったかな。本当に私久々にきついなと思った。ロリータの時よりメンタルきてたよあれ。あ、ロリータロリータ。あ、カニの服。そうだね。お姉ちゃんと一緒だから10時15分確かにお姉ちゃんと一緒っていうのがちょっとあれだね、うん、そうなんだよ年齢と身長が違いすぎて、うん、私デカって思っちゃうんだよそこしょうがないわめっちゃ着こなしとったうん髪の毛ではいはいはいお願いします髪を着こなす嬉しい夜のアクション完了しましたはい髪意外と人気でした朝が来ました。昨晩の犠牲者はあかりさんです。ちょっと待って。あら。狂人が。狂人がつらい。ちょっと
待って、人狼以外にさ、今3人ぐらい入れたったでしょ、私に人狼と誰かが入れたってことでしょ。違う違う、今人狼が殺されたんですか。今人狼が殺された、あ、人狼に殺されたの？人狼に殺された。人狼に捕まりました。あの、騎士だから平和的に死んだよ。あ、平和的に死んだんだ、うん、みんなに狙われて、みんなに、みんなで殺すぞって言ってやったわけ。あ、よかった、うんうん、強く狙われてる人物はいません。ピア守ったからね、私のこと。ありがとうね、本当に。誰が今ピア、誰、ふーちゃん。はい、ふーちゃんは人間でした。うん、だからありがとうございます。ピオ様ありがとうございます。あ、じゃあ千穂ちゃんがユミリンね。でもこの中に2人いるとも限らないし、1人かもわかんないってことでしょ、うん、え、そっか。ユキン絶対つらいユキン人狼。ここで絶対つらい。私は多分ミユが人狼だった気がする。なんで、なんかあの、あの時にさ、決勝戦になった時にさ、うん、殺していいよみたいなの言っとったじゃん、うん、なんかそれが逆にと思って、私ミユに投票した。私もミユミユさんに投票した。この3人隠してるんだけど、この3人の誰かが人狼、私が人狼かと思う。2人残ってたらやばい、2人残ってたらやばい。そう、やばいから、うん、私かなと思ったけど、ブクちゃん人狼に殺されたけん、うん、ナイトだから。え、人狼はさ、人狼に殺されることある？ない。人狼同士で殺されることはない、うん、それはない。ない。だからみゆみゆが人狼の線で行くか、じゃあ私絶対人間、市民だと思って3人のうちに2人いるかってことだよね。でもじゃあなんか奥ちゃんがさ、ふーちゃんに最初にさ、うん、なんか口数減ったみたいな言ったじゃん、うん、じゃあけんここがさ、狼同士はないじゃん。あー、まあ確かに、うん、確かにちょっと疑ってたから、うん、じゃあ、オキちゃんの可能性があるってこと。こっちが人間なんだったら、あー、私はこっち押してるけど、みゆみゆさん人狼説。でもさ、実際と誰に投票したかわかんないじゃん、うん、それ言いつつ、うんうん、私はみゆとオキちゃんだと思う。うん、私はふーさんも疑ってたけど、みゆみゆさん押しちゃったから、もしこっちが外れてんだったらみたいな。みゆちゃんの投票の時に、うん、なっちゃん最初の投票、一番最初の投票の時にふーちゃんかみゆちゃんが一番多かったじゃん、うんうん、それで誰に投票したかみんな公表していく。あ、決戦ね。おきちゃん、うん、おきちゃん、うん、ピヨちゃん、あ、おきちゃん、おきちゃん、あ、一番最初はおきちゃんか、一番最初はおきちゃん、うん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 、一番最初、あの決戦じゃなくて、2個じゃなくて、え、何でしたっけ。でも多分みゆみゆさんにしたかも、普通に。ひなはあの私もみゆさんとしました。でもそれってさ、話し合いが全然だったとか、勘っていうかめっちゃ適当みたいな。でも私はなんか誰かがそのふーちゃんが口数減ったってめっちゃ言うから、うん、なんか入れた、普通にふーちゃんの、なんかワードが出てきたからふーちゃんっていう。次やばい。でもおきちゃんおかしくない？だったらふーちゃんにさ投票するくない？え、その時は言って、あの口数少ないって言った後、うん、でも一番最初にみゆにじゃなくて、うん、うん、あー確かに、おきちゃん黒いな、怪しい。え、違う、え、その時でしたっけ。私そのコメントで読んだのその後かと思ってた。あれ違ったんですか。うん、その前。でも待って、聞いて、うん、私的に、うん、ここがすごい対立してるように見えるの、千穂ちゃんとおきちゃんが、うん、だからどっちかが人狼だと思うの。なるほど。で、2人残ってる線でフーは言ってるから、うん、ユミコ人狼だと思ってる。ああ、ミユミユは私は市民だと思ってるから、うん、の3人のうちの2人ともが人狼だと思ってる。で、ここ対立してるからどっちかがだと思うんだよ。聞いてほしい。ヒノもなんかミユちゃんが、うん、俺の意思なのかお前やりとかで軽々しくそう言ってた。軽々しく、うん、私的に最初に今日はユミリンにしたいから、2人の意見が聞きたい。聞いて聞いて、今人狼殺さないとあれだよ、次ひなちゃん殺されるからね。え、そうなんだ。だからユミリンに入れたい。え、だから、うん、だから今市民じゃなくて人狼マジで殺した方がいいって。だから多分どっちかを殺して次の人が、私は疑ってくる、千穂さんが。どっちかで市民、そう、どっちかが絶対市民だと思う。殺しちゃったらもう人狼の勝ちになっちゃうから。そうそうそう、だから何も言ってないユミリンを殺しときたい。市民だって普通に。だから私は本当にどかとおきちゃんの線をずっと思った。ひなの中は今ユミリンかおきちゃんの感じがする。千穂ちゃんが一番なんか喋ってる感じがするから、私もユミリンとオキちゃんの線で
似てるかも。ってことはじゃあキラキラ。え？とりあえずユミリン。だからオキちゃんを置いときたい。まだちょっと意見聞きたい。キラキラ。でもユミリンは誰にも責められてないから。え、そう。一回さよなら。え、やだやだやだ。マジで市民だって。人狼ゲーム楽しもうよ。ゲーム楽しいよ。市民じゃなくて人狼殺そうよ今。あ、ふうさんは何でしたっけ？何誰に言われた？あ、ひなさんに言われたのか。ひなさんが占いだったから、うん、私がしろって言われてる。ひなさん、隠しろね。あ、でもそっか、ここで誰か殺さないといけない。そう、私を殺したら絶対ダメだから。私、ひなちゃんが死んだら負け。確かに。あかりん聞いてもいい？みんなにちょっと暇すぎる。はい、あ、いいよ。いい？みんな知らない？あ、みんな知らないんだ。あ、いた。あ、ちょちょちょ。知らないのか。うん。どうしたらいい？私。ずっとキラキラしてこうやってやってるんだけど。キラキラって。目がキラキラの。じゃあもう全く関係ない話したら人狼と付き合う。確かに。うん。あ、終わってる。あら。あ、じゃあ入れましょう。ユミリンさんね。チョウちゃん。はい。ありがとう。みんなも知らないんだね。誰が人狼か。そう。はい。二人のコンテさんしんどいな。しんどいな。でも二人絶対残ってると思うんだよな。いけない、いけない、なんか弟さんがいるの分かる、うん、分かるね、みんなで予想してるとか、はい、最高やろ、最高です。オキちゃん次で消されそう、なんか吊るされそうな気がする、私めっちゃいいピオちゃん、はい、ピオ、オキポ吊るされる疑惑出てる、私日頃の行いなんですか。リアル巨人め。あ、本日処刑されるプレイヤーはユミコさんです。ほら、みんな上がってた、よかったね。みんな続くよ。ここで再び恐ろしい。どっちかみんな。だからどっちか。よかった、一生後悔しろみんな。一生後悔しろ。それは続くよ。ユミリンも暇になったぜ。もう。あ、はい。ユミリン暇だからね、今からめちゃくちゃ。覚悟しな。確かに。確かに。確かに感じですか。結構毎回殺されてるから、確かに慣れてんのか。私初めて暇だからビビって見えないの。字ちっちゃかったら。ああ、そういうこと、うん、おばあちゃんだから。私も一番大きいのにしてる。はい、うん、おばあちゃんだから。うんだよ、あ、死んでるよ、ね、覚悟しな。確かに、でも危ない。ルスソルソルソソルソソ。あかりん、はいはい。縄文時代の風習で成人になると何が行われるでしょう。知らないよ。何社会のテスト始まった。何くっそ、何抜歯。え、抜歯。え、かわいそう、抜くの。え、かわいそう。なんでせっかく生えたのに。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はピオさんです。あー、占い師。そしてにわかに怪しいと思われている人物はオキさんです。あー、私オキちゃん人狼だと疑ってしまった。なぜ？オキちゃんに入れました。なんで2体ってなったの。人狼に殺されたってことは、ユミコ人狼だったんだ、やっぱ。うん、じゃあこの3人の中、私は隠しろじゃん。だから私で決まるってことだよね。うん、やだやだ、責任重大の。やめした、ふう。え、わしはね、もう私今オキちゃんにここオキちゃん疑ってるから、オキちゃんなんか市民だと思わせるようなことをちゃんと言ってほしい。でも私はもう証明する術がない市民だから、だからこんなにもう地方さんに責められてもどうしようって感じ。あ、私ひみこと友達なんだけど、どうしよう。何を言ったら証明になるんだろう。ひみゆみこっていう、何を言ったら本当に違う。ひみひみたまたまぴよみたいな感じで、どうしたらいいんだ。ふうさんにかかってるなんか、だから、みんなに助けを求めたけど絶対にダメだから私は今結構まだオキちゃんを疑ってる、ずっと。おお、なんでなんでかっていうと、なんか千穂ちゃんがこんなに流暢に、うん、なんかちゃんと全部正論なんか言ってることが、あ、うん、あ、まあ確かに。なんかこれがこうでこれがこうじゃんっていうのがなんか納得できる、あ、そうだなって思いながら、縦穴住居疑ってる線とかが、あ、確かにって思ったから、千穂ちゃんは市民なのかなって思ってしまっておるんですけど、あ、私逆になんか、それでね、その時からそのまくし立てがちょっと怖かった。その喋りすぎ、いつも喋らない。そうそうそう、なんかユミ兄さんは逆に、なんか言ったのもここで勝つためなのかなとか思ったりしたけど、それで私ユミリーだと思ってないもん、この二人だと思ってる、ずっと。あ、そっか、こっちか。ミユとオキちゃんだと思ってるから、
違ったかもしれないけど、ヤスっていう道具があるんだけど、ヤス、ヤス、ヤスっていう道具。でも今続いてるってことは、あと2分、ヤスって森みたいな感じなの。森は難しいけど、手を離す。でも来ちゃんだと思うんだよな。手を離す。マナコを信じて。こっちのこっちの本物のマナコを信じてほしい。え、どうやったらどうやったら証明できるの、私が市民ってこと。あ、じゃあ私の大好きなやつ。おかしい。でも誰はさ、え、お互いに入れるわけ。現在を特定できる、うん、異物から発見される動物の骨や貝類。え、沖さんは誰が人狼だったの。逆に千穂ちゃんともう一人。え、こっちかこっちかな。モードによって、みゆみゆさんかゆみりんさん。できる異物から発見される動物の骨や貝類に含まれる化学物質は何か。なんだろう。カルシウム？なになに？それが、その生き物が亡くなってから一定の量ずつ減ってから。今の意見の感じだと、おきちゃん、人道だなって思っちゃう。わかるの？え、どうしよう。みんなどうやったら、どうやったらいい？定期的に倒れるんだわ。あと1分。ちょっと難しい。そんなことやってる。もっと懇願した方がいいんじゃないかって言われたから、もう本気で市民を信じてもらうために。じゃあ市民だから、1000円くれる？うん。全然あげる。あ、おかしい。5年ぐらい前で聞いた。あ、違った。人狼だったら。全然知らない。人狼だった。すごいね。どっちでももらったら。人狼だったら。人狼だったら、それぐらいの気持ちを持ってる。持ってる。朝鮮半島経由で日本一1万円あげる。じゃあ5万円あげる。オークションこれ。みんな口ばっかり。もう即答できるぐらいには。いいんですね。知らんぞ知らんぞ。この名前逆これね。知らんぞ知らんぞ。ああ、そうっすか。時間になりました。ああ。じゃあ、もう一回。じゃあもうね、人狼の勝利ですわ。さよなら。はい、かかってますけどね。向こうなんだろう。え、群馬県か。え、私なんかそれ分からんの。群馬の旧石器時代みたいな。群馬の遺跡何でいいって感じ。なんとか狩り遺跡みたいな。それ吉野狩り遺跡。吉野狩り遺跡群馬じゃなくない？群馬じゃないや。九州だよ、吉野狩り遺跡は。あ、そっか。群馬なんだろう。大仙山古墳。それ大阪じゃない？そうだ。投票の結果、本日処刑されるプレイヤー、奥さん。あ、岩宿。奥さんは処刑されました。言ってる。市民チーム勝利。やったー。やったー。え、誰が人狼だったの。はい。あ、ユミリンだったのか。そう。私とユミリンさんでした。人狼だった。でもちょっと、難しい人狼だもん。笑えるんだけど。あかりき、そういえば、そういえばいたね。ゲストとしての役割を果たすことなく。ピヨ守ったんだよ。あかりんさん、ワンちゃん残しとけばよかった。ちょっと強靭として。あかりんずっと死ぬね。なんかみんなに変なことばっかり。自分でボロ出すのよ。確かに。そうなんよね。5万円が。初心者だから。人狼初心者だから。でもないけどね。ああ緊張したいもの。楽しかったな。楽しかった。でも人狼になった時めっちゃ緊張する。確かに。なんか言葉が出てこなくなっちゃう。え、うまかったですね。そう考えたら千穂さんとみゆみさんのあの人狼のなすりつけ合い。うまかった。びっくりした。びっくりした。みゆ人狼って言われた時びっくりした。びっくりした。お前めっちゃびっくりした。お前エレナックさんでしょ。急な裏切り。仲間への。楽しい人狼。楽しいね。5万円払う。出世払い。出世払い、マジ？うん。出世払いで。出世払いしてくれるらしい。人狼の出世払いで。マジ？なんだか申し訳ないな。後輩から。おかしい。だって。コナン君。返して。面白い。コナン。うわ。最低。いじめいじめいじめ。最初に告白、最初に告白でコナン君投げてきた。誰や。バレーボールしとったけんね、コナン君で。バレーボールマネージャーさんが持ってきてくれた。嘘。ああ、忘れとった。コマネみたいな扱うけどな。お前、マジで悲惨だよ。見た目は大人、中身は子供。
メンターってポキヨ。ポキヨ。なんかこんなんだ。全然変わらない。ドッジボール大会しよういつか。あ、今します。今。やめろやめろ。申請しようよ。枕投げやん。いいよ。球技大会。したい。妹スでしよう。え、妹スでしよう。ドッジボール大会。確かに。やりたい。怖い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 。一回トスあげたからね今。そうだよ。マジで呼ぶしたふうさん怖すぎる。そうだよ。誰やってたっけ？バスケット。バスケットか。バスケやってた。待ってくれ。私はい私先輩でーす。はいはいはい後輩です。いじめ受けました今。皆さん見ましたでしょうか。証言あります証言。今のスクショスクショ画面録画。私はぶつかってます。画面録画です。皆さんスクショしてください。訴訟です。訴訟。無罪。面白い。返して。こんな可愛い。返してください。怖い。飲んでるのって言われてるよほら。飲んでるの。飲んでる。もう一回飲んでる。そうだよ。シラフでこれがやばい。元気だねみんな。トモピオに呆れられちゃった。誰やれ。マイカすごいなって。元気元気。確かにマイカ楽屋とかすごいマジで。3人いるな今。あ本当だ。マイカでしかこんな風出さなくない。なんかショールームで出すの珍しいですよね。確かに。えいつもあんなあんな。うん。しやれ。ふふふわって。はい、裁判。訴訟します。裁判。名誉毀損。名誉毀損です。やばいな、今日。訴訟乱立しとるな。本当に訴訟乱立だ。訴訟乱立。名誉毀損だ。最近出してるよ、結構ショールームで。かわいくぶってね。かわいい。ハイライト。気に入ってる、キキ。ね、おもちゃも本当だ。キキじゃん。キキじゃん。キキ来た。それでお話しくやりなよ。すっごい高い。太陽を届けに参りました。あのおじさんのこれ。これ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 。楽しい。マジで美味しそう。いつも楽屋こんな感じなの。元気な時は元気な時はなんかこの7人の時は元気じゃない結構確かに確かにみんな普段のさバスの中こんなのマジで楽しかっただって超楽しかったずっとハーイテーブルハウスえ覚えてないけどなんかした気がしますね起きてあそこ拾ったの逆にない私え、なんでそうなったんでしたっけその。ちょちゃんがなんかはーいみたいな。あ、そうなんかビルとか見るたびになんか、え誰でしたっけコンビニがなんか流れるたびにファミマあるよみたいな。誰？千代さんなんかそんな広島でも見れるようなものファミマあるファミマってなんか。ちっかいちゃん。ちょっと報告してガストがあるみたいな。確かに日高屋はないからテンション上がる日高屋行ったことないな日高屋って何なんかラーメンとかいろんな日高民だった中野みたいなやつだよああねユニット混成面白いなって確かに全部おおビルテンにいいね跳ねたビルテンもいいねおしからのいいねおしからのツイッター復習すればよかったツイッターのいいね嬉しいないからにそれに来たのかもたやばいポーズ教えてもらったもんねそう、ノットイコール対バン楽しみ27、28かどっちだっけ対バンは28日あ、そうなんだあ、じゃあ27普通に対バンどっちかしたら有観客だっていいけど確かに有観客がいい何ですか何何やる気づいてどこにあるんだろうおちかしょちょーい面白くないのに笑っちゃったそんなこんなタマピオの面白くないギャグで笑っちゃったもう一回やってほしいもう一回やってみんな入ってし声を聞いてみんなせーのし君のやる気スイッチどこにあるんだろうおちこしょしょなんでなんでこれガシャシュイ
カメラからさくちゃん。ピオちゃんでいてね。はい。ひなさん。ひなさんって言ったっけ？手が人。ひなさん。手が。ひなさん。さんさんこれでプラマイゼロだ。あ、ひなさん本当面白い。やば。うん、おもろい。あまりにも面白いからやりたくなってきちゃう。ウィンガシャウィンガシャ。出演メンバーってさ、MC の時よりさ、親の方が本当に面白い。本当に MC にみんなさ、いい子だからさ、ちゃんとしてるんだよね。そう、猫かぶっちゃうんだよね。わかる。仕込まっちゃう。あ、おいでました。寂しくなったんだ。ユミコリン。コミリン。でさ、カリンさ、あ、そっか。すごいよね。そうよ。貧乏ゆすで。ここにいる。ずっとやってんの。でも健康にいいらしいです。マカリンさんのレモン自信きてる。自信きてるよ。言われるよ。本当すぐこれ写してあげたマジで。もうでもね、割と配信でもおなみじおなじみおなみじおじおおじみおなじみおなじみよね。そうなの。みんなこうなってるもんだから。ブルブルブル。揺れてるめっちゃ。一回お話かね、福ちゃんのショールームのマネするんですってこうやってられた。配信記者。なんか揺れてる気。逆線高い。真のよ。あ、貧乏ゆすり骨盤にいいらしいよ。マジ？なんか健康にいいみたいな。めっちゃいいじゃん。貧乏ゆすりした。なんか足細い人がやってるとさ、あ、足細くなるのかなって。ああ、確かになんか効果ありそう。いや、デメリットでも大きいよ、ほんと。毎日16ビートだからね。ね、かっこよくしないよね。16ビートしかいけないから。ダンサーみたいなこと言わないでよ。全然ビートで。でもさ、一回さ、なんか赤いんがピアノ弾いてるときに。そう、そう、そうだよ。え、なんかめっちゃペダル踏むじゃんって思った。全然違うビートだよ。え、それもここでリズムだったよね。ドラム向いてるんやない。あ、確かにずっと踏んでるから16ビートで。でも手と足違うよね。手と足違う動きできないダンスで。わかる。ダンスでね。そう、だから無理だと思う。ドラムってリズム感ですよね。それはリズム感。リズムだね。みんな元気だね、今日。みんな元気。今日テンション高い。すげえ楽しいね。うん、楽しいね。今日この配信を楽しみに生きてきた。ね、ね、順番楽しい。公演頑張って。頑張った。頑張った。公演頑張った。一個ね、やりたいのがあってね。何？桃鉄は今度やる。今度やろう。桃鉄やる。桃鉄のやり方マジで。アマンガス。アマンガスやる。ミハル。はい、みんなワードウルフ。ワードウルフね。ワードウルフ。ワードウルフやります。何それ。あ、ワードウルフね。フーチハバやったやつ。あ、違うわ違うわ。それは違う。だいぶ割りテンション確かにアドレナリン出てる。誰も人狼か分からんけど、みんなの雰囲気を見て、あ、私人狼だって気づいたらだんだん合わせていってみたいな。例えば観覧車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 ジェットコースター。自分だけ違うので、それについて話してるってこと。それについて話すけど、自分は一人だけ違うっていうのがバレちゃダメで。え、じゃあさ、紙にさ、書いて配ろうか。あ、いい。あれとか、あ、アプリがある。あ、じゃあまたテロップに書けばいいですか。じゃあ次は瀬戸内ワードウルフ舞台。あ、瀬戸内ワードウルフ舞台。やばくない？私、語彙力ないけど大丈夫。確かに。日本語先生。日本語先生。日本語英語で。お、おい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 。あ、おや。最初は書く自分で読んだか。はい。あ、でもタモピはわかんないね。あ、そうか。じゃあ言わんとく。そうだね。みんなにも予想してもらおう。そうだね。そうだね。タモピは早く大人になって、あと3ヶ月？あと3ヶ月。え？え？2ヶ月か。2ヶ月だ。あ、高校卒業しないとダメなんだもんね。あ、そういうことか。大人の階段登る、君はまだシンデレラさ。幸せはいつもないじゃない。お題、お子様向け、学校生活、恋愛、遊び、生活、食べ物、飲み物、すべて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 、こちゃもぜ。じゃあ6対1にするね。はい。やっとったね、これ。ユミリンと3時間ぐらいやってる。マイちゃんとやった3時間ぐらい。ピソコでしょ。ミナちゃんもいた。え、タコパさん。あ、呼ばれてない。呼ばれてない。4人ほど呼ばれてない。行きます。じゃあみんなで今度宴会だよ。タコパ宴会。飲まない宴会しよう。飲まない。ピザも食べたい。食べたい。私さ、あのさ、あかりんのね、あの鉄板があるんだけど、3、4年前に買った。まだ1回も使ってないの。本当だよね。じゃあ、もんじゃ、もんじゃ、もんじゃする。もんじゃ、もんじゃする。もんじゃした。もんじゃしたい。したはい。ありがとう。普通にお好み焼きも食べたい。それでもお好み焼き食べに
にいた方が美味しくない？え、そういうこと言うんで？な？みんなで作ると美味しいんだよ。そうだよ。失礼します。ジュージュー。でも美味しい、あれが食べたい。タマさん。で？何？何が食べたいの？何？え、普通のご飯で。麺入り？麺なし。瀬戸内ワードウルフ舞台。うん、イエス。はい。こういう感じなんだ。こういう感じ。うん、そのワードについて関西風 VS 広島風でもどっちも最近食べてない、ね、あんま食べないよね、うん、お好み焼き食べに行きたい、確かに食べに行きたい、行こうよ、味噌はいっぱいあるけど4分間話せばアヒルジョパーティーしようって言って、はい、それに行って誘って、どうやって話す、みんなでいっぱい、え、どういう感じでしちゃうってこと、それって遊ぶよね、遊ぶそういう感じ、難しくない、あ、これファンの人には言わない、難しい、難しい、結構最近やった、最近やった、私昨日やった、え、寒い、これは来た消して、本当、あ、これね、暖房消す、あ、暖房今、うん、暖房かも、あ、何もつけてないかも、え、これ何してるんじゃん、何がついてるの、寒い、何も押してない、じゃあいっか、じゃあちょっと一応運転、あ、今消えた、上にする、寒いらしい、あ、最近やった、最近やった、うちは最近やった、最近やった、お泊りした時にこれを一緒に遊ぶ機会があったんよ、そう、一緒にやったゆけん、ここは古風ですね、村、村、確かに古風、古風、古風、だからあったよね、違う、妹が遊んどってん、そうそうそう、妹が持って帰ってきとって、あ、確かに、そう、広島やけん、やっぱ、うん、あー、あー、ね、そう、そう、そう、いいなさ言っちゃった時のひなさん、ひなさんそれ死んだ虫の動きだから、ゴキブリ対策すぎるよ、ファンの人は分かってないよ、めっちゃおっぴよちゃん、あれね、ゴキジェットされたゴキブリ、それの動きだった、あ、こんな漫画みたいな人おらん、けん玉です、けん玉いっぱいでやって、けん玉、けん玉、はい、私あやとりでした、あ、一瞬けん玉したもんね、明日はそうよ、あ、やきんちょうちょの中ではえって言っとったけん、あ、じゃあこの人だ、それおいましょう、とあやとり、確かに、あ、しおちゃん、そういうゲームやばかったね、やばかったね、目の前で見ちゃった、そういうゲーム、この角度で見ちゃった、うちらこの角度でけん玉、あ、目線は上だったよ、もう一回やろう、もう一回やりましょう、ひなちゃん面白い、あんま説明したら出ちゃうの、確かにひなちゃんいっぱい喋っても、ほんと出ちゃうよ、でも見せれないの残念、おー、もめるし、口もね、やばいやばい、岩田ひな守って放送されたから好きな人言ってくる、好きな人でリセットする、リセットするの、好きな人、イエーイ、オッケーオッケー、ランゲルみたいな、それで今からみんなの記憶がされるね、それがよかった、まあ、みんな見てないからね、確かによかった、しか見えてないけど、私たちにすごい傷が、一生忘れない、間違いない、忘れる、夢に出てきちゃった、面白い、面白い、そういうとこ見せてた方がいい、やだやだ、ワードフルってもう一回いきます、たまに出るよね、たまに出るじゃない、おお、あれは結構普通よ、はい、みんな記憶消されとって、あ、リセット、好きな人時が戻った、時を戻そう、時を戻そう、本当にごめんなさい、はい、マイチしたの、よいしょ、はあ、うわ、もうめっちゃいい、あー、好きそう、好きそう、好きそう、好きよ、大好き、あ、ゲームこれでも難しい、4分間話しますよ、スタート、スタート、じゃあもうなんか普通のとの違いがあんま分かってないかもしれない、ああ、うん、地域によって呼び方違うって聞いたことある、え、そうなの、そうなの、確かに、でも美味しいから好きかも、うんうん、あれだよね、コンビニとかに言って、あのサイドのフード、あったかいやつ、そうそう、で美味しい、あれ、うん、好きみんな恐れてみんながうんって分かんなくなってきた、それと普通のそれの違いが分かんない、私は、え、あ、確かに、普通のそれ、普通のそれっていうか、略して言う時あるじゃん、
え略しますっけ略すっけ略すちょっと怪しいちょっとなんか怪しいユミコさん略すんだ略すタイプの人なんですか珍しい3枚できるってことはそう略すっていうの山口では山口では略すっていうの片付けるのこと直すっていうしあ、方言あ方言のことそうそう山口山口いや私ちょっと違うじゃん地域の差がでかいもんね山口強靭痛近所の泣き5個あるんだすごいすごい近所の泣き5個はすごいうん、今あと何分あるの？あと2分半。それについて喋れることがあんまりない。あんまないよ。でもなんかもう別にせーので一番怪しい人みたいなので。ジューシーだよ。ジューシーすっごいよ。胃もたれしない次の日。ああ食べ過ぎたら。脂っこいのとかあるたまに。うんすごいのとかでも。脂っこいとか。1個ぐらいだったらあれじゃない？まあ一個は1個だったらそれは大丈夫だけど。食べ過ぎたらね。なるほどね。ソースがついてくる。ああ確かに。じゃあ私一緒だ絶対一緒だ。え絶対一緒だ。略すか。略すね。でも分けるっけ読み方。え読み方略すっけ。略したことはないかも。ないか。学校帰りに買ったりして。えな総称みたいな。それの総称みたいな。総称。総称。主な原材料とか。主な原材料。え正式名称？正式名称がだから何かが分かんない。えだからそのままじゃないんですか。そのままで。それを略すのがちょっと分からない。だってもともとそんな長くない。ね確かに。何文字になるんですか。長くないけど。えそういう元で生まれたの？そういう結婚式なのかな。じゃあ。と鶏肉だよね。まるですよね。まるまるまる。鳥？鳥なの？鳥だよ。鳥は見たことない。鳥はないと思う。なんとなんと。急に。急にタワさん立場が悪くなられまして。待って二人怪しいのが。二人怪しいね。えでも私牛と多分豚のミンチが入ってる。おおじゃあちょっと合ってるような気がする。え鶏とかの豚との違いわかる？食べて普段。鶏肉ってわかる？全然わかんない。番組名みたいな。揚げられてるからわかんない。ああ。揚げてるの？じゃない。揚げててもわかるくないだって。唐揚げとか鶏。でもなんかみゆちゃん本当にわかんない気がする。ああ。終わった。あ終わった。えむずいむずいむずい。どっちにしよう。はい。選択するとか。ウルフだと思う人、せーので指さしましょう。はい。せーの。で、え迷う。こっち。誰に指すとか一人ずつ言っていく。はい。はい。ひなちゃん、あ違う。たみよ。たま。たまね。たま。石田もたまを指しました。ゆみりん。ゆみりん。沖はたまです。私はゆみりん指した。たまぴはゆみりん。じゃあゆみりんが多い。その対応でした。ゆみりんが多い。多少決定。あ、ウルフの勝利。イエーイ。お、何だったの？唐揚げ、唐揚げだった。私唐揚げ。みんなメンチカツで唐揚げだった。メンチカツだった。そう、メンチカツだったんです。あ、え？いや、言わないでしょ。え、だからカツって総称じゃん。だからメンチカツのメンチが何かがわからないっていう話だった。え？え？私はなんかメンカツとかって略すのかと思ってた。こういうのがあってこそよ。カツって。私指でメンチカツのことメンチって呼んでる。メンチ切れるよねみたいな。なんかマンチだなと思ってた。変だなと思ってた。カツって言うじゃん、カツ。ああいう揚げ物の。あね。唐揚げ全然違うね。でも全然違うね。でも唐揚げ鳥だ。鳥だよね。唐揚げは鳥だ。唐揚げがどうのって言ってたからもう分かったでしょ。うん。あ、唐揚げって言ったから、あ、これ違うんだと思う。確かに。
回やろう。やりましょう。面白いね。面白いね。こういう感じ。なんかドキドキして。すごいコメント欄コロッケってめっちゃあって。メンチって言わないって。メンチって私言わないわ。言わない。そんなコメント欄でかくできるの？あかりひゃん。そう。でかくしてる。でかくしたい。どうやったらできる？あの設定で時間。携帯の設定じゃない多分。携帯だっけ？いやショールームの設定。あそうだっけ？そうなの？ちっちゃいですね確かに。めっちゃちっちゃい。こっちが見やすい。いいな。で何やって何やって。いや高速で 何してるの。タマピオがタマピオちょっとタマピオはタマピオにとっては深夜だから、そうだね。そうだタマピオがアルプス一万尺のパチモンみたいなのめっちゃ早いやつやってる。何それ何。睡眠不足の歌らしい。はい山口で。睡眠不足の音ってあります。ほら山口それ。えすごいこれあれ聞けるじゃない。今誰が勝ったの？さっきの試合ウルフがタマがウルフだったからタマが勝った。え、それキテレツ大百科の。え、そうなんだ。初めて知った。それはだよね、みんな庶民不足の歌。キテレツ大百科の歌。じゃあ始めよう。あんな高速でやるもんなんや。はい。なんか絵本とかに出てくる。ああ、そう。確かに。なんか6枚目もこういう感じですよね。どっちかって言ったら。ああ、それそれ。確かに。ちょっとかっこいいっていうか、なんだろう。うん。確かに。それは。6枚目？まあ、雰囲気。雰囲気みたいな。めっちゃ、どのシングルがって言われたら6枚目。うんうんうん。6枚目。なんだろう。ディズニーに。頻繁に登場する。おばあちゃんのイメージ結構ある。おばあちゃんのイメージ。おばあちゃんのイメージ。なんかこう飛んでくる。確かに。飛んでくる。飛べるタイプだよね。飛べるタイプもいる。あれだ。杖持ってるわ。持ってる。杖持ってる。杖持ってますね。やばいこれ分からん。やばいやばい。待ってこれ。みんな一致してるように見えちゃう。チフォンヌはどう思う？私は。え、もう答えになることしか言えない。ああ、私の友達が幼稚園の時その役だった。ああ、でもあれじゃない。でもけどわかる。友達。私もそれなんかい、なんか可愛くてやりたかったと思った。ああ、後からなんか主役ではないけど。確かにいい役っちゃいい役。でも可愛い時と怖い時ない。でもそれってあれなんじゃないですか、別のやつじゃない、あれ違う、え、なんじゃどういうこと、それってあれ女性側の方じゃなくて、どっちかって言ったら、そうそうそう、あれめっちゃ細かい違いかもしれない、でもどっちかって言ったら、どういうこと、ちょっとでもひな、なんかわかるよ、あっちってこと、うんうん、あ、じゃあ合ってるか、そうそう、こう、あ、だだだだだだ、あ、いやいや、わかったわかったわかった、ちょっと説明してほしい、私はこういう感じのタイプと、あ、どちらかというと怖い方なんじゃないかという、だからそれではない、男か女かってどういうこと、男か女かよくわかった、どっちかというと女性に多いみたいな、おばあちゃんおばあちゃん、男はどういうタイプなの、男はハリポッター的な、あーそう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 、なるほどね、なるほどね、細かいけどちょっと分かんない、でもちょっと起きたら白目、あ白、私も全部理解できたからこの辺白目なんで、私ふくちゃんの飛ぶっていうのがちょっとなんか似たやつの違う。あ、私もそう思った。それが違う。私も思った。本当？でもね、多分ね。男性がって言ってたから。え、男性とかなくない？別に女も男も知らない？まあ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 確かに。ただどちらかというと女性のイメージが多いかな。あと53秒。なんか何で違うのかわかんないですよね、これ微妙な違いなんじゃない、そのワードが結構似てるんじゃない、ワード似てそうだね今回、え、私は共感できる、こっちにでもめっちゃ共感できるし、でもなんかこれ以上なんて言ったらいいか、なんかちょっと結構出してたもんね、もうハリーポッター出てきたくらい、やばい、言い過ぎたなって思って、ちょっともうなれるんだったらなってみたい、なりたい、わかる、なりたい、それは。あと20秒。あ、これは、うん、いいんじゃない？もう。まあ、いけそうだね。
あ、でもウルフわからないかも。はい、ウルフのズーエ、うん、指さす。わー、あらららら、大丈夫、ジェットコースター、とりあえずコースターしました。はい、せーので、え、あかりん、ふくちゃん、おきちゃん、ふくちゃん、ふくちゃん、あはん、ちょっとあかりん、あかりんさん以外全員。じゃあ、あかりん、え、てか言っていい、うん、魔法使い、あれあれ、え、まあ、やります。うん、はい、少数派の勝ちです。私です。喋ってなかったなとは思った。私は勇者でした。あ、だからおばあちゃんって言った時点で、あ、違うなって思った。あ、勇者か。私6枚目もちょっと違うなって思った。あ、そうだ、確かになんか反応ちょっと違った。そう、ちゃんと人の顔見てないと違う。おばあちゃんで、あ、絶対違う。勇者と魔法使いでした。え、全然違った。私魔法使いって妖精かと思った。えー、あかりんが妖精なのかなと思って。そうだから、なんか女性の方がなんとなく妖精多いイメージだから、うん、かなって思って。私もみんなが多分妖精か魔法使いなんだろうなと思って探ってた、ちょっと、うん、だから最後言えなかった。勇者分かんなかったから。なるほどね。もうちょっと追い詰めてやり方が確かに。そういうこと、ね、勇者か。あ、難しい。全然違うのに、ね、難しい。ウルフの人がもう分かると無双する ね。確かに合わせに行けばいいんだもんね。一、うん、人ずつ順番に喋るにする。あーあー、いやいや、確かに。あーってなるじゃん。確かに、うん、面白いし、ね、それでもすぐ分かるじゃん。それ最初の人が気づいたりするできるじゃん。そうかと思ったね。順番が大事だ、ね、順番が大事だ、ね、順番が大事だ、ね、ピクシーって何？あのディズニー映画、うん、ピクサーじゃない。あ、ピクサーか、はい、ピクシーって何？ピクシーって妖精？ピクシー、でも妖精なんじゃない？妖精、赤リンゴ、はいはい、ピクシー、今何時なんだろう？10時ぐらいじゃない？あ、11時ぐらいじゃない？あ、そうだったか。おー、10時58分だよ。はい、おー、すごい、ジャストミント、イエーイ、ジャストミント。あ、妖精のことですって、ピクシー。ほら、なんだ。へー、あ、じゃあ私の、はい、インターパン、ザックス、フェアリーって言うんだけど、うん、妖精みたいな。かわいい名前、はい、フェアリーちゃん、フェアリーじゃあ、いきますよ。誰と開始する？話すの、ミユミリ、はい、さっきの、はい、いきますけど、開始。それずつ喋ります。はい、はい、はい、ひなちゃんのイメージ。ああ、わかる。全く同じです。うん、あ、でもそれじゃダメ。なんか言ったらいい。あ、まあまあ、なんて言うんだろう。ちょっと前に、うん、え、あったかな。ちょっと前にその季節、つだった。うん、ああ、ね、うん、私は、なんだろう。あ、なんかチャートリで行ってそう。ああ、なんかこう写真撮るイメージ。あ、うん、映えじゃないけど、若干。私はなんかなんだろう、あ、練乳につけると美味しい。あー、もう食べたから。今のダメかもしれないわ。言い過ぎたかもしれない。そうだね。ふーちゃん言い過ぎ。私ダメだ。ちょっといい。次なんだろう。言い過ぎた。ひなちゃんとか言う。何が言い過ぎた。ひなんでしょ。ひななんだよ。そう、そう、めっちゃひななんだよね。うん、他には何か言うことは。あ、この間一緒に、うん、あそこ行った、あそこ行って食べた、一緒に。あ、ね、え、2人にしか分かんない。2人なら分かるから。2人と一緒。共感共感。なるほど。ピオは、ひなは、毎日食べに行きたい。あ、そうかな。キャラじゃないもん、本当にだもん。本当にだもん。反対だもん。反対だもん、虫ポーズ。やめて、忘れて、本当に。どうですか、タキリン。どうですか、タキリン。わかりん、タキリン。なんか、あ、刺さったみたいな。タキリン。まずい。どうですか、もう一言ずつ言ってください。そうですね。うん、じゃあちっちゃい頃行ったことある。あ、そうなんだ。でも私意外とあんまりない。うん、かも。はい、私はお仕事で行ったことある。おお、まあ行ってそうだね。チャートです。確かに。そ
そうね、私はなんか一回自分でこうなんだろう育てようとしたけど難しいなってなった。難しい、言葉がちょっと若干なんかあれですよね、あの物騒ですよね若干ね。あ、まあ確かに、あ言われてみれば、まあ、頑張ってみれば頑張ってみたらね頑張ってみたら、まあまあ、最後らへんが、うん、そうそうそう私怖い、ちょっと言い過ぎてしまいそうなんだろうな、ちゃんとあのでもそこだけじゃなくて全ての単語で喋った方がいいね、あの あ単体じゃなくて、うん、そういうのとか、うん、あ、そっか、まあ白いものもあるよね。あるある、ちょっと映えな、お上手お上手、プラナミアさん、お上手お上手、よかった、お上手いただきました、お上手いただいた、ハートないな、行ったこともないし、でもさっき一緒にや一緒に食べた食べた食べた、それ下はちょっと合わせてなかった、食べた前の方しか合わせてなかった。ウルフがわからない、ウルフわからない、うん、全然わからない、次2人でしてみる、ウルフ、あ、ウルフ2人、あ、確かに、確かに、あり、あり、難しそう、それ1人だから、それどういうこと、2人だったら、お前、2人は同じなの、そう、なんか例えば、うん、あ、あと5秒で終わり、遊園地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 、水族館、水族館、うん、終わっちゃった、終わっちゃった、いいか、ウルフが、はい、誰ですか、いや、ウルフが全然わかんない、ね、困った難しい、え、困った困った、マジで困った困った、え、困った、全部共感できる、確かに、はい、よし、はい、決まりました、はい、決まりました、適当に、適当、私もっては適当で、適当かも、はい、オッケー、はい、せーの、はい、おお、誰か言ってこ、はい、タマ、タマ、石田はふーちゃん、ピオ、ふーさん、私に2票でしょ、私タマ、タマも2票、え、私ふうに、あ、3秒、私が疑われてるわ、ふうちゃん、え、あ、少数派の勝利ってことは、あ、誰や、だから私はイチゴ狩り、私もイチゴ狩り、バイキングだった、チャーミングドリップで言ってそう、バイキングだったけど、もうゆめりんが言った途端から絶対みゆちゃんの方が向いてると思って違うんだろうなと思って、あーいいねって言ったけど全然違う話だ、バイキング、バイキング、全然違う、全然言ってなかったけど、トマピオ喧嘩してる、ごめんね、ちごめんねえ、まあ、確かに一緒に行ったっちゃ一緒に行ったね、バイキングで一緒に行った、ここに繋がってたのやばくない、むずいね、面白い、あ、そういうことか、面白い、2人にしたい、あ、叩かないね、2人にしよう、すごいね、いちごバイキング、いちごバイキング、いちごで言うと言いがちだよね、いちご狩りじゃなくて、いちごバイキングだ、いちご狩りには結局行ったことないんですか、ワドウルフしてます、ワドウルフ、ワドウルフ、難しい、ぶどう狩りは行ったことある、美味しそう、ぶどう狩りは行ったことある、いちご狩り行きたい、行きたい、え、これ難しくないですか、広島にあるよね、はい、なんか一回行こうとしたよね、一回行こうとしたね、ありがとう、何円ぐらいなのかな、え、そう、3000円で行ける、3000円ぐらいなのかな、僕のに2000円で行けるの、800円ぐらいじゃん、え、そうなの、え、安い、あ、僕の1500とか見せそうだった、おい、ごめんちゃん覚えてられるかな、本当それで覚えてられるかな、ね、次誰から言う、反対から行きますか、じゃあピオから、あ、ピオだから、ピナからじゃあミュー、あ、ね、こうこっちまで眠った、これは、うん、もうドキドキやね、でも、うん、本当にもう多分人生かかってる、うん、あそこまでしてこう、あそこまで、はい、そこしてこう、はい、するよ、うん、なんかよくアニメとかで見かけるのでは、なんか手紙とかで渡したりとか、はいはいはい、場合もある、そうだね、うん、手紙とかで、あ、なんて言ったらいいんだろう、私ちょっと怖いな、書面の時もあるよね、うん、書面の時もある、うん、なんか、うん、友達といたくない、あー、わかる、あかな、うん、私はね、うん、でもなんかちょっと痛くない、痛くない、叶わない的な言いますよね、あーあんた、うん、叶わない的なことなんか言いますよね、うん、じゃあ、はい、へ、
まあでもネットでも見れる今時。今時、うん、別にネットでもいいかなって感じ。ああこのご時世もある、うんうん、ああそういうことか。このご時世ってことか。ああ私そのことでお祝いしてもらったことある。マジ？すごい。え、聞いて、オーディション期間に、うん、あの5日間配信あったじゃん。あの時にお祝いしてもらったファンの人に。ファンの人に？ファンの人に？え？本当本当。やばい、ね。ご家族ではなく、うん、ファンの人にっていうのすごいね。うん、ちょっとすごい。ご家族ではお祝いされてない？もうされた。え？いやすごいね。なんかこことここ違う？なんかいやなんかまあ。すごいなと思ってる。すごいなと思ってるけど、うん、すごいなと思ってる。すごいなと思ってるけど、本当かと思ってる。マジってなってる。マジってなってる。本当か？確かに。しかもなんかそれをなんか言え、ね、言えなくない、うん、言えない感じ。なんか多分違う気がする。あ違う。でもえなんか、うん、よかったらわーだし、うん、なんかダメだったしょぼんだし。まあまあまあ、まあ。ああね。うんそれはそう。え、めっちゃむずい。え、でもなんかなんだろうな。え、難しい難しい。面白いね。でも私千代ちゃんの言ってることちょっとわかるけどな。嘘ちょっとね。私もわかる、うん、だよね、うん、そういうのもある、あるな。え、さっきなんて言いましたっけ。私、うん、最初友達と会いたくないって言った。で、なんて言いましたっけ。ネットでもネットでもネットでも言ってた。叶わないかもしれないみたいな。ここおかしくないちょっと。そう、私沖ちゃんが一番おかしいと思った。沖ちゃん、うん、まあ沖ちゃんよくわかんないけど。でもだとしたらタラピオがどっちがおかしいのよ。え、なんて言いました、うん、お二人は。確かに私のことおかしいって言ったもんね。そう、ドキドキするのと人生かかってる。うんうんうん、うん、でも私はめっちゃって言ってたよね。手紙。え、そうそう、手紙が、手紙もよくわかんなかった。ちょっとよくわかんなかったよ、ね。え、なんかここ同じ匂いする。うん、確かに。うん、手紙で渡す場合もあるし、同じニュース直接話したり。私手紙では渡さないかも。あ、ここ一緒じゃん。もう分かったかも。でもこの二人のワードは分かんない。沖ちゃんと。分かんない。沖ちゃんとタマだと思うけど。え、でも分かったかも。え、うん、私も分かった両方。全然分かんない。え、私はなんとなく分かった。うそ、うん。あ、待って。あ、そっか。分かったかもしれない。分かったかもしれない。ねえ、分かりにしてるじゃん。そうそう。セプト。分かったかもしれない。どうしよう。え、待って、全然分かんない。マジ？あと18秒。え、待って、分かんない。え、これ刺すときはどうやって刺せばいいの。小数を刺せばいい。あ、小数。え、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 あんた一緒じゃないの。いや、一緒、分かんないわ。なんで、なんで一緒じゃないの。待って、二人で刺せばいいの。第3の目。あ、でも、ウルフだと思う人。何やってるんですか。せーので指さして。風呂が最も多くの人を選択。ちょっとよく分かんないな。あ、じゃあ一人でいいのか。するあみごっこ、千穂さんの役なんだっけ。これは勝ったね。リュウだ、リュウ。いい、うん、え、なんでなって全然聞いてない。一人だけ刺すんだって。一人だけ刺すんだ。うん、一せーのせ。え、どうしよう。え、あの、じゃあ人の見て人の見て変えて。ほんじゃあもうほぼ起きちゃん。うん、起きちゃん。起きちゃんでいきます。たま起きだな。多数派の勝ち。イエーイ。初めて多数派が多くない？確かに。で、多数派が入学試験の合格発表で、うんうん、少数派が初めての告白。あ、やっぱり少数派だったんだ。告白だ。そう、告白だから実らない、初恋は実らないみたいな。ねえねえ。とか千代さんがでもファンの人にお会いしてるのか。そうなの。ええみたいな。ねえ。そういったことあるとでもちょっとそこで大げさに反応しすぎたかもしれない。確かに。様子見とけば。あ、じゃあピオはなんであんなに。ちょっとあとあの高校のと思って。あ、高校名とか言っちゃったのみたいな。え、そうそう言っちゃったの。ああ、それ別に。お祝いされたって言われるからすごくガスコの中でで笑った。ご家族の中で。ちょっと面白いですね。ちょっ
っと、いやファンの人のお祝いはやばいね。やばい、ね。いやちょっと。ないよ。そういうファンの人のお祝いはちょっと。いや変だなって思って。幼稚園とかなら可愛いけど。ファンの人にまで言ったみたいな。ええって。あーえー。え？でもなんか難しいけど。あ始めてる。二人二人？いやもう違っても大声出さないようにしよう。ピオさん面白いから映りさせたい、映したいけど出ないんだよ。ピオさん身振り手振りが面白い。難しい、難しいけど、難しいからちょっと食べた。だんだんなんか難易度上がってく。なんかショールーム配信してる感じ。えこれなんか本当にいつもこの感じ、これうちらのテーマにこれ回ってきたのすごくない？確かに。なんだろう、ちょっとみんなのそういうのを知れる。回ってないのに喋っちゃったよ。結構長めよね。覚えらんない、さっきから。覚えるのね。もう忘れちゃったかもしれない、若干。理解できてない。大丈夫？あ、いい？だいぶきつい。だいぶきつい？いや、めっちゃむずくない？これ。むずい。じゃない。え？おー。はい。じゃあ。だから喋ろう。ユミリンさんから喋る？はい。喋れそう。私は。スタート。うん。私はしないかも。しないかもっていうか。なんか。ああ。まあ難しいですよね。そう。なんか。ああそういうことか。するかしないかって言った。ああ。するかしないか。自分がその側だったら。なんかそれは。それはしない。うん。でもなんかそういう話は好き。人のは好きみたいな。はい。私もう経験ない。うん。まあそうだね。し、知ってたとしたら絶対しない。ああ。どうぞ。私か。難しいよね。確かに難しい。これはなんだろうな。一言で、みんなは、みんなっていうか世間一般に一回想像してみることはあるんじゃないかなって感じ。なんか物語だから題材にもなる、まあ、って感じ。漫画とかのね。確かに。でも STU の曲にもありますよね。あるね。めっちゃある。うん。なんかそれ似たような。ちょっと待って、今思い出せない。なんかそのものではないけど、がっつりされてる感じじゃないけど。そういう感じの似たような。似た感じのね。うん。あるかも。じゃあ。怪しくない？ちょっと。すぐパッとこん？タマピオ、あ、怪しい。でもユミリもパッと来てない。パッと来てない。うん。怪しくない？でも私ユミリングっていうことは分かる。うん、全然分かるっちゃ分かるから。ただ曲が出てこないだけ。そういう曲だと捉えてない。あ、なるほどね。なんかそのいやそういう歌詞があるんかと思って想像がつかなくて、あ、え？ってなった。なるほどなるほど。私か。うん。もうでもあれかな。待って、なんだっけお題。ああ、どう？何の兄弟？一人聞いちゃダメ。なんか難しい。長いから。どうなんだろう。何の曲でしょう。もう、その人の話を。その人にはできない。ああ難しいね、これちょっと言うの。難しい、マジ。確かに。はい、わかる。まあ、長い、そう長いです。もしそれをした人の気持ちが知りたい。ああ。
残してたら耐えられない。文章、ほぼ文章かな。餃子の話絶対違う。餃子が餃子でこの空気にこんな空気になる。こんな空気なんだ。むずいな、難しい。なんだろうな、うん、なんだろう、なんだろう、こんな、なんか結構、うん、重いっていうか、うん、なんか結構重いし、なんか、うん、まあスクープみたいな感じかな。うん、すごい、あれだ、ちなみに少数派だ。せーので指さした時に自分少数派だと思ったら手挙げたら、うん、勝ち。手挙げたらよかった。じゃあさっき分かってたんだ。そう、分かってはいた。分かった。ここから導入、ここから導入、了解、 OK です。そうなんだ。もう一周行くの結構辛そうだね。うん、でもなんかみんな一緒な気もする。スマのとこはそれはない。スマズのワードがなんとなくわかる気がする。え、2人、その2つ違うワードがあるのがわかる気がする。ひなちゃん違う気がする。え、ひなちゃん違う、なんで、ひなちゃん何て言ったっけ。スクープ、なんか結構重大なことっていうか、うん、重いことでスクープだな。スクープ、まあスクープかもしれないけども、あまりそう表現せへん、うん、だから多分違うあれのこと言ってるのかな、うん、って思う。あともう一人誰だろうね。何分あと、うん、確かに。あ、もう終わってるんだ。あ、もう終わってるね。あとはとりあえずビザス、うん、うん、なので、おっ、あ、自習が、自習がいる。ひなちゃんと一緒だの。おお、あ、じゃあ少数派が勝つかもしれないってこと。でもその少数の題材がわからない。少数が、でも少数も汗汗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 汗。あ、じゃあ少数派の勝ちか。え、そうなの、私勝ってる。じゃあ私、自分は勝ってる。そうです。なんだったら、まあ、負けっていう。なんだった。え、私、多数派が、はい、親友、片思いしている人と付き合う。うん、あ、そうだ、片思いしてる。少数派が人気アイドルと付き合う。そう、あ、スクープだね。確かに。え、なんて言いましたっけ。ちょっと漫画とかの題材になる。あ、うまい、そういうことか。もう自分がそう、みんなと同じだと思ってたけど、なんかスクープ派ってなってなった時に、あ、違うかも。だから最初に、私らにこの大君のすごいねって言ったの、お大君の。普通に私恋愛の話だからかなって思ってました。そう、そう、そう、してた、付き合うみたいな感じ。あ、なるほどね。そう、すごいね。じゃあ、え、曲の時絶対ピンとこなかった。何の曲だったのてか。ウィッチズウィッチ。ウィッチズウィッチ。え、あ、そう、あ、私片思いの。そんな多くないって片思い。ウィッチズウィッチってそんな曲だった。え、若干どっち取ろうみたいな。若干若干。雰囲気取るかみたいな。あ、そうだっていう。なるほどね。そうそうそう。女子を取るかみたいな。自分か。あ、選べないか。そうそうそう。めっちゃ。じゃあもう三ぐらいいたね。違うこと考えてる。片思いだと見てる。私不倫かと思った。あ、でもコメント欄不倫と浮気かで迷ってる人めっちゃ多かったですね。そんなさ、好きな片思いしてる人と付き合ってスクープにはなった。確かに。やだ、難しい。やだ。なんで面白いの、ひなちゃん。ひなさん面白い。ひなちゃん面白いよ。最高。私の最高。知ってる？いや、知らない。なんで？知らないんだけど。実はひなちゃんかよ。いや、別に。冷たい。次3人にしてみる。4、3、ね、おお、4、3、ラブラブ、4、3いいね。難しそう、うん、そんなことないけど、別にラブラブしてないじゃん。なんか言い争ってるベッドのでイチャつくのやめて。何言い争ってたんですか。なんかね、ラブラブしてないじゃんって言ってくるの。ラブラブしてるよねって言ったら、あ、はい、どう思う。はい、みんな、それについてはちょっとノーコメントでいきたいな。おきさんどう？え？おきさんどう思う？あかり。なんかその足を揉ませてる時点でもうラブラブに見えるんですけど、夫婦喧嘩みたいな。あ、やめちゃった。みゆみゆさんはなんか冷たいですね。ラブラブって何？はい。ラブラブって何？愛し合っている様。いや、めっちゃ。高税。ウェブで。ウェブで。
ラブラブとは何か検索結果愛とは恋とは副次元いたおもろいいくよーいスタート。はい、はい、なんかどっから言う、どっから言う、あかりからいく、あかりん、あ確かに、うーんとね、アイシアプリ見たことあるよ普通に、まあ、うん、全然余裕である、あ、全然余裕、まあ、頻繁に見るわけじゃないけど、うん、うん、うん、そう、うん、でも好きな人はいないと思います。あー、めっちゃ少ないかもね、それは。好きな人いないことはなくない？いないことはないか、でもまあ多数派ではないって感じ、少数だと、少数派、うん、めっちゃ好きみたいな人いない、そんなに、うん、まあ、そんなに ね、 ないね。フクペディア、なんだろうな、フクペディア、なんか、なんて言ったらいいんだろう幼稚園の時に私が、うんうんうん、そう呼ばれたことがある。え、マジ悪口でしょ、もう 悪口だと思う、悪口でしょ、悪口っていうか、いじり、うん、訴えた方がいい、うん、名誉毀損、訴訟を起こす、今日訴訟がね、分かっちゃうから。でもちゃんと理由があってそう呼ばれてたの、理由があってそう呼ばれてた、めっちゃ気になる、あとで聞こう、私でも味方いるってことだよね、3人か4人は、うん、どっちが少数派かって、めっちゃむずいね、3回もむずいね、自分がどっちか、3を見つけなきゃいけないってことかも、そうだね、あ、私は嫌いじゃない、全然触れる、うん、珍しいし、なんかちっちゃいのもいるし大きいのもいる、確かに、みんなはとっても嫌い、まあでしょうね、うん、もう、うん、うん、うん、って感じ、うーって感じ。私は痛いんだけど、冬かな、冬でしたっけ、冬にもいるっけ、冬じゃなくない、冬じゃない気がする、ひな冬もあったっけ、冬のタイプもいるんじゃない、あいないのか、でも違う、絶対あと2人仲間いるから少なくとも、確かに、そうだね、確かに、ゆみりんとふーちゃんは一緒そう、え、私冬ってなってるの、じゃあそれはなんか自分の専門知識かも、確かに詳しいのか、確かに詳しいのか、私アカリンさんが違う気がする、いやでも3、4だからあり得るよ、全然、全然、でもアカリンさん以外同じ意見を聞く人がなんかいないっていうか、アカリン何言ったっけ、見たことある、見たことある、あ、それしかやってないか、うん、あ、そっか、そうだよ、すいません、何だと思った、ちーちゃん、私は飼ってる人もいる、あー、確かに、めっちゃ稀だけど、2週目めっちゃ稀だね、うん、確かに、ね、うん、あ、ぶっちゃけると、うん、飼ってた、飼う人って言ってたじゃん、うん、飼ってたことあるよ、うん、あー、あって、ありそう、ありそう、ありそう、全然ある、でも、うん、すごい疑いの目で言うね、いや、違うなんですよ、そういう人もおるんやなと、いるよ、でも亀は普通、亀は普通だよ、亀は割と普通だよ、亀は買うよ、亀は普通だ、結構いる、おじいちゃんとか、おじいちゃんおじいちゃん亀買ってる、胸の切り株買ってます、なんかあんまり臭いかも、あんまり好きじゃない、臭いね、じゃ私は、なんだろう、確かに急に教師がいる、コメントにコメント読んでたね、アリンコって書いてた、なんかこんぐらいのサイズでさ、カブトムシ、あの歩いてない、公園で、公園いるっちゃいる、いるよね、公園で、グラノリアじゃない、私の家の近くの公園だけかな、広い公園だ、あんま公園買うからじゃね、みんな、確かに、でもめっちゃめっちゃレア、あ、歩いてる、歩いてる確かに歩いてる、何足歩行、何足歩行と思ってる、歩いてる、こんぐらいの大きさだと思ってる、こんぐらいの大きさで歩いてる、二足歩行ちょっと小さな歩行って、ふうさん、なんかふうさん、違う説ある、私一人だけ違う、小さな差だった、小さな差だった、2人いるよね、ふうも、2人いる、おかしいね、みんな違うって言ってるね、おかしいね、じゃあ次に回そうか、うん、あれ歩いてないよ、うん、歩くではない、跳ねてない、跳ねてる、まあまあ飛んだり跳ねたりって感じ、まあそんな感じ、ね、あ、あなたと私一緒かも、あ、私も一緒だと思う、お、うん、
じゃあ少数派を当てればいい。じゃあ少数派この3人で。私ここ私わかんない。ふーちゃんわかんない。みゆみゆ冬がわかんない。うん、冬わかんない。冬意味わからない。あでも冬は言うじゃん。じゃあ一回忘れる。忘れる。冬は忘れる。冬のイメージがなかったからな。梅雨と私多分雨とか。まあ。美容つけは？ひなはなんか。色が気持ち悪いかな。ああ、まあ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 。もう想像してたら気持ち悪いかな。確かに。急に白髪に戻るやん。確かに。ちょっと。自分もそれみたいな感じだった。好きじゃないから、ちょっと真剣に。そう、真剣に冷めてる今。わかんない。ああ、でも全然わかんない。でもなんかもう、ちょっと真似してもらっていい？みんなには見えないけど、真似してもらって。真似してもらいます。あの、これじゃ声出さずに、めっちゃ。サイレントで、ベッド全体を使って。難しい、やってやって。さっきのナマコみたいな感じ。ナマコの真似も。自習してひなさん、ふうさんがかわきと一緒、かのあきとは絶対一緒だと疑われてる。ひなちゃんとは絶対違うと思った。ひなもかのあきとは絶対違うけど、え、じゃあふうちゃんも私たちとも絶対違うけど、この辺とは一緒だと思った。私あかりんだって臭いもん。私臭い、今私に言わされて臭いもんって言った。大木ちゃんと一緒だと思う。え、じゃあ3人だ、3人だ。あ、え、ここおきおきぴよ、おきぴよみ、まあ、匂ったことないね。冬ってな、じゃあはい、冬ってなんだろう、いるんじゃねみたいな。じゃあ正解どうぞ。ああ、ドブガエルみたいな。滝のおきぴよ、はい、がカメムシ。あ、カメムシだった。あとがカエルでして、ああ、私カメとカエルだと思ったの。歩いてる。そうで、なんかね、あのね、カメがあの多い方だと思ったから、うん、勝たなきゃって思ったの。だから亀の方に寄ったの。だから歩いてるって言ったの。そしたらカメムシだったから歩いてさえいなかった。飛んでる、飛んでる、飛んでるだと思って。そう、亀に寄っちゃった。あ、だからなんか飼ってる人いるって。もうそれが分からなさすぎて。え、私でもそういう人もいるじゃん。18歳です、やばいと思った。え、冬は何だったの。え、なんか洗濯物とかにカメムシとは夜発生するらしい。今ハムのイメージが。昆虫博士ここにいたの。昆虫博士だったイメージ。昆虫博士だから、カメムシが今年は多くて、すごい寒波だね、豆知識。11時半だって今。え、めっちゃ時間ずっと遊んでるじゃん、うちが。中やっぴー。え、8時ぐらいからやってるよね、だって。あ、9時か。9時からだから、2時間半。え、やばい、めっちゃやってる。見てくれてありがとう、めっちゃ長い時間。ありがとうございます。しかもファンの人ほぼわかんないのにね。ワードリフ。うちは楽しかった、ごめん。ありがとう。当たった、すごい。
カメムシは分かんなかったわ。カメムシに対する知識が一個もない。私パクチーとカメムシの二択なのかなと思ってました。でも匂いがみたいな。あれ？は昆虫でしょ。昆虫でそれと。パクチー飼ってる人いるって意味わかんないもんね。確かに。だからちょっと違うんだろうなって。難しいわ。飼ってると思うじゃん。あ、飼ってるみたいな。あ、飼ってる。飼ってる。こういうそっちの買うじゃない買うかあのバイ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 そうバイか私キルの方かと思ったそんな張り方するパクチーってつむんじゃないのあパクチーの話か何の話だったのカメムシカメムシなんで怖い怖い怖いなんでカメムシカメムシだからバイもよくわかんないいやそんな枯れないでしょこんなちっちゃいのみんな適当に喋ってるねさっきそうだよ喋り疲れわかんないよでもまだ全然テンション高いかもしれない ね、うん、まだいける全然なんかオールのテンションうん確かにあと5時間ぐらいウーアルフできるダラダラとダラダラと部屋だ楽しいよねうんめっちゃ楽しい、うん、ちょっとでも3人多いかも3人多い2人2人がいい2人がいいねちょっとなんか元気確かに元気共感があったりなかったりするからそうそう本当に次書いてみるタマピアだけわかんないけど書いてみるご飯まだ食べてますご飯まだ食べてますお腹すいた一回やってみるそれなんかあるホテルのメモ帳みたいな子供たちいや終わったら食べるあ、テラポミみんなでじゃあ逃げろなんかロード化始まってる、ね、ワードウルフヒントないから見てる方ちょっと寂しいってあえじゃあ帰ったなテラポで書こうはい、赤ちゃんに書きなタマピオだけちょっとわかんないのでみんな想像してください。はーい。タマピオは違うこと言ってるなとか思いながら。あ、ごめんね。その根っこに押し下ろしました。はい。これで。あ、そして。ごーん。ため息をつくと。母さん。目から涙がこぼれ。いい話だったでしょ。巨木の根っこに。まだ読んでないな。2時間前に私たち読んでたんだ。おい。書くね。これでーす。ワードウルフのお題。みんな言ったらみんなよテロップこれでございますバドルフの題は馬鹿にされて悔しいの、はい、いきますよ馬鹿にされて悔しいのどこからいきますかふーちゃんふーちゃんどうですかよーいスタート私は、うん、なんかギュッとしてるくないあのギターああ、わかるわかるわかるギュッとしてる次はどっち回りするあっち行ってみるじゃん。あ、うん。おきちゃん。でもいろんな種類ありますよね。あ、まあ、あるね。あるね。私あのノーマルな方じゃない方を使ってるかも。割と。ああ、まあでもちょっとわかんない。はい。ノーマルじゃない方使ってる。私は結構使う。結構使うけど別に持ち歩くほどではないって感じ。家にあればいい。ああ、まあわかるかも。ちゃん私はなんかその題材的な用途とは別に使うこともある、うん、あーあー確かに私も私はあまり分かんない方がいいそうだね、じゃあ何だろう黒いのもあるよねって感じうん、ね、あるある赤いのもある、うんまあ、なんだろうな、うん、あのメイクさん持ってるああ絶対持ってるイメージ絶対持ってるかな、うん、猫にも使ったりするわかるよ。猫を飼ってる人からわかるよね。え、そうなんですか。そうなんじゃ。そうなの。そうなの。そうなの。猫にも使うの？これ2対4？見たい子。あ、じゃあ、ふーさん、どうぞ。私、うん、私は、毎日するよ。あ、偉っ。偉いのかどうかもわかんないけど、嘘、ね。え？え、でも、うん。でも、まあ、ね、うん、結構頻繁にする。お腹すいた。ごめんなさい、充電が。持ってきてないの？持ってきてないの？なんで？あ、部屋に置いとん、うん、持ってきたらいいんじゃないですか持ってきたらなんでこの部屋にいたいの可愛いね、あんたたち持ってきたらいいんじゃないですか、うん、あ、いいのずっといたい持ってくるの2分ぐらいでしょ大丈夫、大丈夫いいのそんな長くないでそんな楽しい、気持ちいいじゃあ、言いますねはいなんか毎日やりすぎたらでもなんかちょっと危ないって言いません気持ちいいけど実はそうだよ、うん
リン、難しいな。どれぐらい遊べればいい？2週目だからでも結構いいのか。そうだな。なんか自分でするの結構難しいけど、でもやってくれるとこ、やってくれるサービスってあんまないやって感じ。聞こえない？いや聞こえてるけど、やってくれるサービス？自分でやるのが難しいけどってこと？依頼とかは人になんかその依頼するものではないって感じ。若干違う気がする。うん。ふうちゃん違う気がする。自分でするよね。自分でする。自分でする。自分でするから人にやってもらったりする。なんかそのお店に行ってやってもらったことじゃなくない？でも自分でやるのが難しいみたいなんじゃなかった？難くない？難しい、それは。あ、難しい。人にやるんじゃない？やりきれなくない？なんかざっくりじゃない？ああ、まあ確かに。足とかもないか。足？なんかゆめさん言ってることが何にこっちゃんだから今日の中でさ待って足もうダメかもしれない。足です。足どういうこと？君はもうダメかもしれない。待って2人いるんだよね。2人みんなちょっと待って、ちょっと待って言っていい？ダメよ。あのね、はい、はい、他磨きで私とはあなただけ爪切り。え、違う、うん、でも合ってる。爪切りで綿棒。あ、綿棒か。絶対爪切りだと思った。でもあかりんは、うん、持ち運びはしないみたいな言ってる時に、うん、ああ確かに持ち運びはしないっていうか、もう持ち運ばないだろうって思ってたから、うん、その発想にならないなって思って。でも足はおもろすぎ、足はおもろすぎ完全ちょっと分かった猫って言った時点でさ、だってなんか、うん、耳かきで、ね、耳かきのことかなと思ったけど、え、それなちょっと思った、うん、で目やにとか、うん、綿棒みんななんて言ってたっけ。なんかいろんなタイプがある。私はギュッとしてるって言った。それちょっとよくわかんなかった。それがわかんないよね。そうだよね。それはそうだよね。で、してギュッていう表現ってなる。ギュッとしてるけど。ギュッとしてるでしょ。あれ出したら絶対戻せないもんね。戻せない。一本出すと戻せないでしょ。あ、そういうことか。そう。一本がじゃなくて全体がギュッ。綿棒ってギュッとしてる。ギュッとしてる。だよね。ギュッとしてるよね。あのスペースで大体300本入ると思うもんね。確かに。300本すごい。いや、面白いな。面白いね。な、一人ボロっていくと面白いね。確かに。ユミリンはじいちゃんだけだ。俺も友達が欲しい。こんなの始まりました。こんなのの。背中からやった方がいいよ。ならば。ちょっと。お願いを叶えてやるわ。面白い、本当に。手元の枝から足で雪が流れ落ち。髪の毛を取ろう。ね、頭痛くなる。頭痛くなってきた。でも私ボサボサになるか。ボサボサのくらいがいいんだよ。ちょうどいい。色気があるおきさんがいいんだよ。すごいボヘミアン。ボヘミアン。なんかそっかこのテロップやろこれ。いや私もあるんです。ありがとうございます。テロップやろう。テロップやる方が面白いね。うん、そうだね。はい、おきちゃん。なんだろう。おー。言わないしね、なんか。私一回ね、血出たの。え、そう、そのこと言おうとした。そう、ちょ、言おうとした。血出たの、耳から。え？耳かき大好きで耳かき実はなんか耳よりへそをお掃除した方がいいって。いやへそは毎日掃除した方がいいけど、でも耳は確かに気持ちいいから。そう、なんか自分が思ってる無心でやってたらさ、グリっていかん。今ちょうど昨日おへそ掃除した。冗談もするけど大丈夫。好きな大好きな人、大好きな人、皆さんの大好きな人やらかしたときは好きな層言った方がいいじゃない。好きな層、はい、かわいい、かわいい、みんな忘れました。はい、リセットされました。好きな層さってよかった。おやそうって言うから。お野菜誰か行きますか。じゃあおへそから。え、何これ、お餅これ、お餅よいしょ。はい、雪見大福。スタート。全然立て。これはちゃんはどうですか。これはひな好きです。ちょっと待って、お題忘れた。私も忘れた。嘘でしょ。テラップ見て。あ、確かに。あ、OK。そうだ。嘘でしょ。じゃ好きですこれは。好きで。あ、待って、そこまでにしょ。一緒では。そうだね。
じゃあタマ。タマシ？アニメに出てくる。ああ最近ね。わかる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 。可愛い。まあまあまあ。それやっぱりさ、ふーちゃんなら言う可愛い。うん。だろうね。なんかずっと触ってたいって感じ。なんか別に買うほどじゃないのに、なんか半年に1回ぐらい購入わかる。なんか買っちゃう。で1日で飽きる。うん。私はガチャガチャで小学生の頃ゲットした。ガチャガチャにあるんだ。私半年前ぐらいに作った。おお。すごい。2周目、かわいい、なんか、なんだろうな、ふわふわしてる。違う。まあ確かにしてる、ふわふわ、うん。ふわふわしてる。じゃあでも結構攻めていい、うん、まあ、あんま知ってる、知らん人いるか、あの。マイハが好きなの。私も、私も。え、一緒。あ、あの瀬戸内なんがなんとかのやつ。え、うん。でも普通に普通に。え、なんか展示してましたよね。あ、展示してた。昔やってた。それ。うん、あ、もうこことここじゃないかな。え、なになに？こことここ？え、ふーさんは？ふーさんは？ママ、もう一緒に行こう。じゃん。可愛いって何？可愛い。可愛い。可愛いよね。え、かわいい。かわいい。まあ、か、まあ、かわいいけど。触ってたいでしょ。でも私、沖ちゃんとユミリン絶対一緒だから、絶対多数派な気がする。え、でも、マイハマは分かった。ああ。分かるよね。うん、ほら。マイハで分かった人。分かった。マイハ。え、ヒラさん分かった？ヒラちゃんは。分かるよ。ふわふわってなんか。なんで？分かってるよ。分かってる。分かってる。しんどさん、しんどさん。しんどさん。しんどさん。ちょっと面白い。はい、優しい。え、なんだろう、なんでたんだろうな。いや、あんた、イーナさん、やめても。出たすや。私、今度あれやってよ、イーナさん。あれあれ、ボイスメッセージもっとやってよ。あ、もっとね、Twitter の。ツイッターの。LINE で褒めてきたもん。あれね、うちらもね、なんかみんなで話してたの。めっちゃ好き。ゆくちゃんに布教したもん。すやー。すやー。やってほしい、もっと、ボイス。絶対興味ないのに、みんなは何をしてるのかな。それが一番最初や。あれかわいい。かわいい。最近やってないから寂しい。あれちゃんと興味あった？うん、興味あった？みんなが何してる？何してる？そう、お正月やったっけ、暇やったっけ、何してるかな、みんなは。みんなは。みんなは。かわいい。かわいい。本当にかわいい、ひなちゃん。面白い、ひなさん。今日深い位だよね。うん、今日一番面白い。夜のテンションから。今日一番かわいい。あと20秒しかない。え、むずっ。ひなの話で終わったんだけど、うん、2人いるんだよね。そうだよ、違う人が、うん、ふわふわしてるの共感するやつしない。あんまりしなんなん、ね、ふわふわではないかもしれない。この人も怪しい気がする。私、うん、でも私ここと一緒だと思うんだよな。私もここと一緒だと。でもマイハさんので、そう、前のもめっちゃ分かったの。じゃあ私がアニメ出てくるやつ可愛いよね。うん、私まで共感しとったのがこの4人じゃない。ゆるえ、でもラノベとかに出てくるでしょ。ラノベ、あ、うん、めっちゃ有名なやつ。あ、でででで、え、ちほちゃん確かに。え、私絶対みんなと一緒だと思う。ちほちゃん何なんだっけ。え、言っていいの。なんだよ、なんだよ、言うだ。ガチャガチャで、あの駄菓子屋さんの前で、ああ、そういうことか。はいはいはい。あるの？そういうの。うん、でもありそう。いやでも、うん、え、ガチャガチャに入れてる、入れるかな。え、でもガチャガチャである、なんかあるよね。あの、あ、バケツじゃないけどみたいなやつ。あ、バケツのやつか。プニプニ。プニプニある。プニプニ？え、あれって違う、ひなちゃん、ふわちゃん。ねえ、やめてよ、カメラの外で面白いことするの。ひなちゃん、普段からそれ出した方がいいよ。え、出してほしい。夜しか出せん、出せん。カメラに見せたいもん、それ。面白い。本
当にいいですよ、今の岩田ひな密着20時。いや、マジで面白い、めっちゃ面白い、もっとモニタリングしてほしい、面白すぎる、おかしいな、プニプニか、え、あれだよ、でもそうなるとひなちゃんともう一人がわかんない、うん、確かに、でも多分それの人はもう自分が違うって気づいてる、あー、合わせに来てる、合わせに来てる、怖い、怖くなってきた、人狼ゲームみたい、やめよ、怖い、でもワードウルフ、ワードウルフだ、すごい怖い、え、誘う、指誘うよ、え、ひなちゃん以外で、あ、一回ひなさん以外で、ひなさん確定だとして、せーので、お、自分で手挙げた、ふうさんが、私は、え、言っていい、うん、私ひなちゃんと一緒だと思う、おそう、スライムでしょ、え、な、な、なに、ファービー、カービー、どういうこと、え、ピンクの、ピンクの、今日投げてきたやつ、今日持ってきたやつ、今日投げつけたやつ、私に、そうそう、え、みんなスライムじゃない、スライム、ひなちゃんのネックピロでっかいやったカービーなんです、カービーってふわふわなんだ、カービー、それしかもうなんちゃった、あ、人形がってこと、え、じゃ前はって言った時もう違うって思ったってこと、え、もうアクリンの時点で何なんだっけ、違うなって思った、なんだっけ、たまに買うって言うやつ、ん、半年で1回購入しますって、そう、購入するで、購入したことないです、購入するものでもないと思ったから、確かに、架空のものを購入したから同じみたいな買ってる人いた、カービィカービィ持ち歩いてた、持ち歩いてたから同じ、カービィアニメの時までは分かんなかったの、カービィアニメでイメージしてたから、でもなんかガチャガチャって言って、あ、これは絶対違うわ、オイガと思って、で、前までガチャガチャ、確かにカービィがガチャありそう、難しかった、難しかった、でも興奮どうされた、騙した、うわっ、やだ、やったウルフだ、ウルフ、ウルフがいる、うまくウルフできました、すごいね、すごい、プリン取っていかないよ、うん、すぐ、すぐですよ、私のイチジク食べるか、イチジク食べない、食べないの、大事に残してるんでしょ、今47分だって、あら、え、もういい時間だね、ラスイチ、ラスイチだね、ラスイチしてみる、するか、ラスイチ、パパパッと、パパパパ、え、解散しないですよね、え、あ、この後も、うん、話したいって、かわいい、恥ずかしいね、え、したいって言った、じゃあ未来に解散したいって聞く、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、したいって、かわいい声で、よかった、明日見てないね、明日そんな、明日これだったよ、これだったよね、あ、オッケーオッケーオッケー、それ、面白い、はい、ちゃん、はい、ラスト、決めてるの、頑張ったね、あ、頑張ったね、今日よく起きれた、よく起きれた、誰も遅刻してない、今6時55分だったもんね、あやー、よかったね、じゃあ起きたの6時、おげちゃんは5時、早っ、はい、え、私4時半に起きて1回寝て5時から、普通に時間で1回寝て5時半からした、ごめんなさい、本当にだよね、なんか言ってた、私もショールームさ間違えちゃった、なんかユミリンが配信始まらないんだよねって来た、そうなんだ、そう、なんか時間、なんか5時半だと思っちゃって、すごい、なんか本当に朝配信してる人本当に心から尊敬する、なんか私今日5時から配信してたら、みゆみさんがなんか肉食ってるよってコメント来て、朝5時に、そう、嘘でしょ、私、ね、いいね、ステーキ食べてるの、そう、ママが焼いてくれるから、え、やばい、よくそんな朝から、ママ朝からすごい、はい、行くよ、はい、誰から行くか、誰からですよ、あ、見るなよ、おい、見るなよ、見るなよ、見てない、君しかいない、君可愛いから、ひなからか、ひなさんから、なんだっけ、これはさっきも言ったけど、メイクさんが持ってるわ、あ、確かに、私、えー、でも今日使ってもらったかも、私は、おお、でもなんか、うん、そうだね、割と、割と私頻度高いかも、頻度高い、頻度高い、頻度高くない時ある、頻度高いの、え、だって、メイクさんに借りることが、借りることが、ああ、びっくりした、びっくりした、私は、うん、なくても生きていける、まあ、あ、まあ、確かに、だってなくて生きてる人もいるし、まあ生きていけるっちゃ生きていけるごめんなさい、私はしない日はないし、なんなら朝晩使う、
あ、人によるんじゃない。人による、人によるね。私は朝使うって。朝、うん、朝ね、うん、たまに暖房代わりにしてる。あ、服の中とかで。小学生の時そうだった。暖かーって。分かる、分かる。私、家にエアコンないから。私、うん、え、なんて言ったらいいんだろう。ちょっと待って、違う、なんか違うのかもしれません。奥ちゃんの子共感できる。奥ちゃんとか、ごめんね、誰のも共感できない。え、そう、待って、一人もメイクさん持ってる、持ってない。メイクさんのはちょっと分かった。あ、ちょっとはちょっと分からん。でもユミリンの、うん、私なんて言ったっけ、頻度が高い、頻度でんってなって、うん、で毎日朝晩、え、なん、どう、頭抱えるわけは。本当に頭抱えてる。使う、使う、使う、うん、ふーちゃん毎日使う、毎日使うね、私も、うん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 、私も多分めっちゃ怪しいよね。うん、まあでも、うん、難しい。確かに、どうだろう、どうだろう、一回回ってみます。うん、じゃあ、うん、え、みゆちゃんは何て言った？私何も言ってない。なんだよね、びっくりした。え、もうなんか、なんだろう、言っちゃったもん。言ってるもん、みんな。うん、答え言っちゃいそうな。そう、答え言っちゃいそう。ね。うん、うん、うん。見せた、なんて。あと8分でね、0時だから。え、早い、一周でも決めよ、一周して、あと8分、ミュウミュウミュウでラスト、うん、もうじゃあ、ネタみたいな言うよ、うん、うん、いいよ。はぁ、それも答え。ジェスチャー、もうダメだよ、ジェスチャー、ジェスチャーだよ。行きますか、すごい、全然出たこんけど。え、でも、メイクちょっと怪しい人だけ、じゃあ、せーので、せーので。あ、やっぱここか、やっぱりひなここだと思った。違うだと思った。一緒一緒、ふうちほが自首しました。私ユミリンと一緒かなと思ってた、ずっと。え、違う、多分違う、違う、ふうちほかなと思った、ひなもふうちほかなと思った。あの、なくても生きていけるがちょっと、あ、確かに。せーので、食器乾燥機。おー、ドライヤーか、みんな、ドライヤー、ドライヤー、食器乾燥機は確かに。ドライヤーが出てこなかった。ここで、え、メイクさん持ってるで共感できたんですか、それ。え、だから合わせに行ったのも、とりあえず違うなって思ったから。そういうことか。もうここの時点で違かったから、メイクさんの時点で。だからこっち周りだったらどうしようかと思った。確かに。メイクさんの初期乾燥機事情知らない。しかも絶対持ってるって言うから、現場にみんな借りてるよね、みたいな。びっくりした、それはやばい。ヒントとかか、難しかった。むずいね。うん、確かに。全然違ったね。うん。楽しかった。楽しかった。楽しかった。じゃあみんなに見せられるのはここまでってことで。はい。この後は有料会員。どこで入れるんですか、会員。ユーネクスト。ユーネクストで見れます。来月も。歌わないで、うちら配信してるから。あ、怒られちゃった。何分ですか。ちょっとひなさんやって。あ、ここにあるよ、54。あ、首が痛い。ありがとう。あ、払いますけど、ってありがとう。楽しかった、楽しかった。この後はもっとテンション高くなります、自分らは。じゃあ男女読みます。長い間見てくれてありがとう。13位が平行さん、12位が TM さん、11位がトットさん、10位がジェリーさん、9位が中澤さん、8位が塩さん、7位が市下さん、6位が総流さん、5位がオンブランさん、4位がマッカさんでした。13位から4位の皆さん、ありがとうございました。すっごいめっちゃ長い時間見てくれてありがとう。そして3位がりょうやさん、2位がホフマさん、1位がザックさんでした。3位か1位まで皆さんありがとうございました。楽しかった。なんかすごい、なんかちょっとワードウルと人狼で頭使って疲れちゃったけど、この後もみんなで
ちょっと盛り上げていきたいと思います。あの楽屋の様子をね一部見せたような感じになりました。見てくださってありがとう。そしてね全然公演の話できてないんですけど、またさせてください。公演見てくれてありがとう。定期公演楽しかった、本当にね。3月のね27、28に公演決まったということで、しかもノットイコールミーさんと対バンということで、めちゃくちゃビジュアルもパフォーマンスもすごい方々なので、私たちもいっぱい練習して頑張りたいと思います。このメンバーで3月もよろしく。もうね花粉症で顔が腫れてすごいことになってるんだけど、なるべく元に戻るといいな。ありがとう。まだ時間あるかな。進化シュートセンター、そうありがたい、めっちゃいい曲よね。ありがとうございます。2期生でやらせてくれてありがとう。そして第1位はハイパーでお疲れした。57分もうちょっとしたらぽや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 しだす時期かな。終わったらね多分みんな一回疲れてツイッターのエゴサ入るタイムに入ると思います。めっちゃ倒れる。ありがとうございました。明日はレッスンがあります。頑張る。めっちゃ配信してる、すごい。みんな長い間、しかもねちょっと伝わりにくいのに見てくれてありがとう。ありがとう、大好きだ。明日はレッスン頑張ります。ありがとうございました。ということでそろそろ終わるかな。ポポポポポポ、おやすみ。あと1分半。あ、やっと1分半。あと1分半。みんなも明日から頑張って。あ、ちょっと化粧取れてる。ピオの映像止まっております。マジで映像。私もめっちゃ大好きピオの映像。ひなさん本当に面白い。もうちょっと温めたい。うん、確かに。ひなさんはね本当にみんなの前でめっちゃ面白いんですよ、天然で。やっとやりたいことでやりたいこと。ピオの面白リアクションコレクション。ね、最後に好きなさくださいだって。はい、食べきりの。せーの。好きなさーん。すごい。癒された。よかった、おへその掃除してなかった。ね虫の真似もしてなかった。昨日かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん好きなさん。ツイン福田でした。明日もメール送ります。ありがとう。おやすみ。みんないい夢見てね。感謝です。ありがとうございました。今日もみんなと楽しみ。チラ見してきた。おやすみ。ありがとうございました。見てくださって。バイバイ。楽しかった。意外と笑う。バイバイ。あ、ちょっと終わらないね。意外と1分半とは長い。え、終わってない。私はまだ終わってない。あれ終わってない。あと3秒あるよ。本当だ。またね。バイバイ。ここにあ、そこにある。ありがとう。3秒長い、めっちゃ。